Within the city, 絶え間なく息づく街の中でニュースが生まれる。ニュースティミュレーション、あなたを刺激する。土曜の午後、 Listen and rediscover 日本放送、辛坊治郎ズーム、そこまで言うか。3月21日土曜日、時刻は午後1時を回りました。こんにちは、辛坊治郎です。こんにちは、日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズーム、そこまで言うか。辛坊さん、なんか問い合わせが来てますね。はいはい、そうなんです、はい、忙しいんです。私どのくらい忙しいかというとですね、なかなか大きな声では言いづらいんですが、つまりテレビ番組って収録予定とかそんなにあんまり言わないもんなんですよ、昨日実は2日じゃない、日本撮りでそこまで行って委員会という番組を撮ったとかですね、はい、なかなかそういうこと言っちゃいけないんですよ。で、今日私朝やってるのは生放送ですから、う、ね、これ言うも言わないも見てらすのも生放送ですから、で、生放送を大阪でやって、ね、今日また飛行機が混んでんのよ。飛行機が混んでるだけじゃなくてですね、俺今日なんか知らなかったんだけど春分の日なんだって。そうですよ、今日もしかすると旗日、いわゆる。そうですよ、そうですよ。ということは、でも今日土曜日だから、どうなんだろう。これ会社によってはね、この土曜日と、春分の日が重なったのはかわいそうだから、今月は高級を1日増やしてやろうみたいな、いい会社もあるらしいんだけど、ここの会社は違いますか。ないですよ、ね、たまたま土曜日と重なっちゃったからしょうがないね、ごめんなさいって、そういう感じですか。でね、不思議なのは、土日普通と変わんないじゃん、休みがね、はいはい、それなのにすんごい混んでんの、行楽地行く人たちで。なぜなんだろうね。カレンダー見た瞬間に2つ赤が並んでるから、とりあえず休みだからどっか行かなくちゃとかっていう、なんかこういう脅迫観念みたいなものがあるのかしら。出かけようムードね。伊丹空港まで車が大渋滞で、いつもなら高速で30分かかんないところが、はい、これ高速登ったらいつになるか分かんないからって言って、下道通ってきたら1時間ぐらいかかってたな。そのおかげでいつも伊丹空港で、カレー、中之島カレーっていうカレー食べることにしてるんですが、このカレーを食べ損なってここへやってきて、あらら、もうやっと方法の手でたどり着いて、はい、ここで2時間番組をやって、で大阪に帰って、うん、方法の手でまた朝番組やって読売テレビに戻って、そこで今晩、米朝さんの追悼番組の収録があるんです。今晩、はい、昨日の夜に急に制作局長に、辛坊さん明日の夜空いてませんかねって、何言ったら、米朝さんの追悼特番なんですよって、これ直接言われたらごめんなさい、できませんとは言えないんで、まず最初に空いてますって聞かれて、あ、ラジオから終わって帰ってくるのが7時ぐらいかなって言ったら、じゃあ7時スタンバイ8時回しねとか言われて、今晩、私今朝やってた読売テレビにもう一遍帰って、明日の番組、それ明日の昼にオンエアなんですよ。それ東京で見られないんですか。米朝さんの追悼特番だから多分関西ローカルだと思いますけどね。関西にとっちゃ人間国宝で桂米朝という、いや、それはもう大看板中の大看板ですから、はいはいはい、もう神様みたいな人ですからね、はい、まあ、特番自体はいいんです。それは追悼特番をやらせていただけるというのは大変名誉でありがたいことではありますが、方法の手だと何なんだって。それでなんか問い合わせが来てますね、はいはい、どれからいきますか、はいはい、あ、これこれ、大田区の秀爺さん、51歳の方、辛坊さん、先週の生放送、現金11万円の話の続き教えてくださいと。どこまで話したか覚えてないんですけども、何の話でしたっけね、これ、先々週なんですけども、はい、私のところに毎日のようにクレームの手紙とか嫌がらせの手紙とか来るわけですよね。大体もう見た瞬間に嫌がらせの手紙って匿名なんですね、でちゃんとした手紙は実名が書いてあるんで、封を切って中を読むケースもあれば、それでも嫌な雰囲気だなと思ったらその場でこう破って捨てるとか、破ると中から白い粉とか出てくると嫌なんで、そのままゴミ箱に突っ込むとか、いろんなケースがあるんですが、その時だけなんかね、ピッと来たんですね、ちょっと封筒の厚みがビビッと来てですね、で匿名だったんだけど、普段は匿名の封筒開けないんだけど、まあいいか開けてみるか、どうせ暇だしと思って、白い粉がこぼれちゃ嫌だから上の方をピピピピピピッと、ね、開けて中覗いたら中に現金11万円そこまで聞いた現金11万円なんですよ、はいはい、中開けてみたらね、どうも団塊の世代の方で、なんか友達と飲んで盛り上がってる時に、これは日本は1000兆の借金があるし、俺ら団塊の世代がね、年金8万円で暮らせるんだって、その人は。でそれ以外にバイトで10万円稼ぎがあると。で、まあ俺みたいな別に金使うわけでもないし、お金もそんなにいらないし、この10万円はじゃあもう国庫に納めようと、ね、そう思ったらしいんだよ、で日本の財政もかわいそうで、これ以上借金増やすと若い人にかわいそうだから、で私のところに10万円と1万円
1万円手数料10万円を国庫に納入してくださいと1万円手数料に上げますと、まあ、そうなんだ。で、なんか書いてあることは非常にまともなんだけど、やってることはまともじゃないんだけどさ、でもまあ11万円そうやって送られてきたんで、で朝のローカル番組で勘弁してくださいと、はい、ね、まず封筒に現金入れて送らないでくださいと、ね、で私に国庫に入れろって言われたってそんなことできませんと、うん、名乗り上げてくださいと送り返しますからって言ったら、今週また手紙が来ました、ええ、これはね本邦初公開、はい、これ実はそのローカル番組でもまだやってないネタなんですけど、はいはいはい、中封筒を開けたら、はい、これ間違いなく差出人が同じ名前で同じマジックで同じ封筒使ってますから、はい、その当該の人なんですが、はい、中見たら、あの国庫に納入することができないならもういいです、もうあの私の、ね、主張をテレビで紹介していただいたんで十分満足しましたので、11万円のうち6万円は辛坊さんが宴会に使ってくれて構いませんと残り5万円をどこかに寄付してくださいって書いてあって、これもこれ以上言っても多分ね、あの名乗り出てこないなと思うので、多分近々11万円を全額どこかに寄付をさせていただこうかなと今考えております。飲んじゃうんじゃなくて飲んじゃえないだろこれ、いくらなんでもそれ飲んじゃえないよそれ。はい、まあそんなことがありましてね、この商売やってるといろんなことがありますね。本当に毎日毎日ね、飽きもせずに文句言ってくるバカがいるしね、っていうかご意見をねいただいたりしますよね。それも切って85円使うのだけでもね、偉いなと思いますよ。そうですよ、伝えたいんですよ辛坊さんにいろいろ。そうなんだ、だいたい鼻かんで捨てたろかと思うような内容の手紙が多いですけどね。でも一応目を通されるんですね。いやいや、だからね、危なそうなやつはスタッフ呼んでお前開けろってそれももっと危なそうなやつはおい10メートル以上離れてから開けろって言って、そう自分で開けないの。でもね、ご意見をいただくのありがたいじゃないですか。そうですか、そんな風に思ったことは一度もないね俺は。そうなんですか、もうありがとうございます。この番組はね、こうやってあの心温かくお迎えします。ラジオはね、そうそうそう、ラジオの方って白い子のとこ送ってこないよね。送ってこないですよ。なんでかね、なんでかねって普通送んないですよ、そういう。そう、危ないテレビ見てる人の方が危ないかもしれないね。いやいや、そんなことないですって。あの、ね、はい、安全ですから皆さん、ラジオは温かいですから、こちらまでメールお願いします。ありがとうございます。はい、メールは zoom@1242.com、 それからツイッターはハッシュタグズーム1242をつけてつぶやいてください。ファックスは0570-02-1242、 0570-02-1242 番でお待ちしています。ラジオ、そしてインターネット、ラジコ .jp で同時生放送、日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか、この後午後3時までお付き合いください。今日春分の日ですけれども、来週東京地方24日に桜の開花の予報が出ています。暖かいね今日 ね、今日今だってもうほら 35.7 度もあるよ。ないです、12度、あれ湿度です。ああそう、ビートルズ、ヒアカムザさん、ビートルズでヒアカムザさんでスタートしました辛坊治郎ズームそこまで言うか。4月に来日するポール・マッカートニーですけれども、今週4月28日に日本武道館でライブをすることが明らかになって、一番高い席なんと10万円だそうですよ。言っちゃいけないんだと思いますけど、前回ね、うん、あのポール・マッカートニーさん、この日本放送の隣のホテル泊まってたじゃないですか。言っちゃダメだけど、そうですねあれ言っちゃダメだったね。今回がどうかは分かりませんので、今回は分かんないですからね。だいたい同じとこだろやめなさいよさあ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 、この後のズームオンでは辛坊さん独自の視点でニュースを解説してもらいます。そして1時台の週刊ズームワードは、ヤフー検索の急上昇ワード100位の中から番組が注目したニュースの言葉にズームします。ラジオの前のあなたに番組が注目したタイムリーな話題をお届けするタイムリーズームは、2時10分頃から誰かに話したくなるとっておきの情報をゲストに伺いますが、今週は元バスケットボール選手で現在はタレントとして活躍する中山明日美さんお招きします。あ、私聞きたいことあんだな、ね、バスケってほら2つのなんかリーグが揉めてたじゃ ん、 そうなんです。あれどっちが強いんだ。俺だからずっと言ってたんだよ、なんかあの川淵さんっていう川淵チェアマンかなんか仲裁に入ってなんかアイデア出してるよね、はい、それはともかくいいんだけど、その前段階として俺はあの両リーグで揉めてんだったら両リーグの選抜チーム作って、はい、もうガチンコで戦って勝った方が全権仕切る、ね、勝った方は負けた方は潰す。この試合は見るよ、面白いよ。ちょっとじゃあ中山さんに提案してみて、1回だけでも決める、1回だけでもう泣いても笑っても1回勝負、ガチ勝負、
パチンコで有田猪木みたいな。これは見ちゃうよ俺。俺、まあ、バスケットボール、まあ、大きな声でね、今日バスケの人が来るのに大きな声では言いづらいんだけど、基本的には全然興味もクソもないからな。ではお二人に質問です。バスケットボールは何人でやる競技でしょうか。ゲゲ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 ゲ。俺この間それ聞いたんだ。したら5人だってね。え、そんな少ないんですか。あ、え5人なの。この後詳しくあのまずい番組出るなと思いますよ。お話伺いたいと思います。2時台の後半はひどいもんだね。懐かしい。もっと真面目に番組やろうよ。やろうよ。いいな。本当に、はい、参ってくださいっていう。ニュースタイムマシンは1970年に大阪で開催されました世界的なビッグイベントにズームします。え、あれかな、あれかな、あれですよ。俺あれ喋り出すと10時間ぐらいかかるんだけど。そうしちゃいますけれども、はい、参ってくださいですので、今日も最後までお楽しみに。日本放送、日本放送1242、日本放送、辛坊治郎ズーム、そこまで言うか。時刻は1時17分に間もなくなります。日本放送からなんだっけ、名前名乗ってください、まず。あ、辛坊治郎と、はい、増山さやかがお送りしています。ここからは今週の注目ニュースを辛坊さんが解説する。飯田君、何ですか。ちゃんとやれよ。なんかね、あの介護みたいな。なんだっけって名前言ってほしいですよね。はい、よろしいですか。はいはい、頑張ります。頑張ります。ご飯の時間です。俺さ、はい、この後帰って夜中まで、いや本当ですよね、夜中まで仕事しなきゃいけないかという話と、それからこれ本番直前に花粉症の薬飲んだんだけど、花粉症の薬ってさ、なんかものすごい眠くなるよね。そうですよ、そうですよ。強烈眠くなるね、これ。そうですよ。眠くなりますって書いてある。途中で寝ちゃったらごめんね。ちょっとやめてくださいよ。さあ、始めに行きますよ。最初にズームしていくニュース、こちらです。チュニジアの博物館襲撃テロ事件で日本人3人が死亡。ズーマー。チュニジアの首都チュニスにある観光地として有名な博物館で18日、武装集団が銃を乱射する襲撃テロ事件があり、日本人3人を含む外国人観光客など21人が殺害されました。これはクルーズ船で、このチュニスに寄港してという方々で、そのクルーズの参加者のうち希望した方がこの博物館に足を運んだ。チュニジアは全くノーマークだったよね、はい、でも改めて地図見たらさ、はい、チュニジアってこんなにシシリア島のすぐ前目の前なんだね、これね。本当ですよね。本当に。で、我々ほら、日本で地理習うとヨーロッパアフリカって、習うから、ね、なんとなくヨーロッパはヨーロッパ、アフリカはアフリカですごい距離感が遠いような感じがしてるんだけど、はい、実はヨーロッパとアフリカって地中海挟んで南と北でもうくっついてるぐらいの感じ、うん、で北アフリカって特にそうなんだけど、この北アフリカってぐるっと地中海の周りはローマ帝国だからね。そうですよね。だから今から2000年前はこのイタリアもチュニジアも同じ国だからね、同じローマ帝国、はい、だって、あ、ほら、あの有名な、うん、なんだっけ、カルタゴ？カルタゴ。カルタゴは出てくるよね、はい、カルタゴは何した国？ローマに攻め入って、一時期ローマを危機にさらしたという。何聞いてもすぐ答えるね、百科事典のおじさんみたい。確かに、スキピオっていう将軍がいてものすごく戦争に強いという話だったんです。これ大スキピオ、小スキピオっていうの、大と小がつくっていうのなんか習ってた。入試は世界史？世界史でした。入試世界史で取ったんだ。そうそう、だからなるほどね。俺も一応入試世界史と日本史と両方だったんだけどさ、両方、俺らの頃は両方だったんだよ、俺らの頃って国立大学の文系だよ、国立大学文系で、はい、まあ社会2科目は当たり前なんだけど、理科も2科目だったから、あれだから生物と、普通ね、物理、頭のいい子は物理科学取るんだけど、はい、俺は生物と地学取って失敗して、というのは、生物の問題がほとんど、理系の試験みたいなもんが出て、こんな問題取るんだったら、こんな問題取るんだったら、花から物理科学選択してるよっていう。ああ、なるほど。そうなんだ。なんか計算だ、なんだって。日本史、世界史、地学、生物、プラス、数学は数に B まであったのね。で、古文、漢文全部あって。当時は大変だったっすよ。
落ちましたけど、そういうだから日本でこれ地理考え覚えてると北アフリカってイメージなんですが、ヨーロッパの人にとってはもうかつてローマ帝国の同じ半島の中にあって、で文化的にもローマの遺跡がいっぱい残ってて、この地中海クルーズ で、まあ、言ってみりゃね、南のヨーロッパの皆さんにとっては保養所みたいなリゾート地だから、本当に日常的にちょっと行こうかっていう場所で、なおかつ治安が非常にいいと。なんせ今回海外渡航情報のレベル1で一番弱いところで、これ同じところで言うとロシアだってそうだからね。ロシア今観光に行かないかって言ったら、まあ別の意味で今ロシアに行っていいのかっていう議論はあるかもしれないけど、治安の面から心配だからロシア、それはまあウクライナのキワキワのところまで行ったり、なんとかオセチアとか南の方の妙なところに行ったら危ないけれども、じゃあモスクワ周りはどうかっていうと、そんなに別に危なくもないわけで、と考えた時にこれやっぱり行くなっていうわけにはいかないんで、なんか一部の政治家の方がそんなところに行くのが悪いって例のイスラム国の騒動の時みたいなことを言った人がいるらしいんだけど、いやそういうとこじゃないでしょ、これパリのルーブル美術館にいるのと大して変わんないからね、感覚的に言うと。となると結局世界中今どこにいたってこの手のテロに遭う可能性はあるし、怖いですね。まだ警戒のしようもないねこれ。犯行声明とかそういうのは出ていないんですけれども、チュニジア その大統領はアンサール・シャリアという現地の過激派グループがやったんじゃないかという、どこであるにしろイスラム過激派には間違いないんだけど、ただイスラム過激には、過激派には間違いないとは言うものの、何か大きな組織があってやったのか、それともいわゆるそのこの間のフランスのテロみたいにホームグローンテロ、あれはヨーロッパだからまあホームグローンでまたこれ違うんだけど、それにしてもその地元 の食い詰めた若者たちがなんとなくイスラム国みたいなものに精神的に共鳴してなのかということでいうと、今回はでもちょっと組織的みたいですね。もともとリビアで訓練されて、で人数が多いからね、で1人2人だったらたまたま跳ね上がりでなんかそういうものにインターネット見てて感化されちゃったっていうケースがあるかもしれないけど、今回はかなり組織的にやってる。そういう意味で言うと何の抵抗感もなくバスから降りてくる高齢の日本人女性を、丸腰で撃てるっていうこの精神状態は、オウムのテロにも本当に通じるよね。普通我々の習ってきたって我々 の価値観で言うと、丸腰の人間を、銃器を使って攻撃するのは卑怯っていう、それどんな理由があったってそれはダメだろうっていう、全ての底流にあるところがもうすっ飛んでなくなってるもんね。これ殺すことが救済だと彼らも思ってるという意味では、もうオウムのテロにそっくりですよ、やってることは。でまたこれ、チュニジアの話、私はチュニジアは行ったことないんですけど、チュニジアこの隣がアルジェリアか、その隣がモロッコ、非常に雰囲気似てるとこなんですね。モロッコは行ったことあるんですけど、となると、場所がどうかというそういう問題では ないよねっていう、そういう話なんですが、ですね、何かを言おうと思って忘れてたんだよ俺、なんだっけな、何か言いかけたんだよな、何だと思う。いやま、ものすごい全問答みたいなことを聞かれましたね。本当に。そういきなり言われてもね。何ですかね。ってしか言えないんですが。このニュースで一番気になってることは何ですか。あ、そうだ。この話をしようかしまいか心理的に迷ってたから今まで、言わなかったんだよ。どうしました？心理的抵抗感でなんかこのロックがかかってたんだよ。だから別に言うつもりはなかったんだけどさ、ここまで言ってラジオで言わないと。あ、これで引いたらね。絶対クレーム来るよな。また、そうですよ。今回殺害された人3人。もちろん何の落ち度もありません。何の落ち度もありません。卑怯千万以外の何者でもないわけで、防ぎようもありません。被害に遭われた方で、命助かった方があと3人いらっしゃるのかな。そうですね。3人のうち2人の方は比較的若い30代の女性の方とそのお母さんという親子の方がいらっしゃいました。先ほどチュニジアの国会議長の方が訪問したという、でこの方そのとにかく35歳の若い女性はテレビのインタビュー等にも答えて非常に状況を克明に分かりやすくきっちり喋ってる、これはなかなかできないよね、この人大したもんだなと思ったら、
この人は陸上自衛官だったと、はい、陸上自衛官の防衛医大の医務官、医務官、医務官、で、一方的に被害に遭われたんで、大変気の毒で、よく気丈に あそこまでちゃんと喋ってくれたなと、それも含めて立派な人だとは思うんですが、ただ日本に帰ってくると、処分される可能性があるね。渡航届等を出していなかったっていうようなことも一部報道で国家公務員、公務員って海外旅行に行くときに、普通の旅券じゃ、昔は普通の旅券じゃなかったんだけど、今どうなのかな、同じ旅券なのかな、いずれにせよ、海外行くときには全部届け出さなきゃいけないんですよ。だけどそんな面倒くさいこと普通しないのね、公務員ってものすごく多いから、だから本当は届け出さなきゃいけないんだけど、まあちょっと休み取って観光旅行だから、あの届け出さないっていうケースが多分圧倒的だと思います。で今回の方もあのこれたまたま何に会っちゃったんで、帰ってきたら組織としてはそれ決まりは決まりだから処分しないわけにいかないんで、何らかの処分は出るんで、まあ二重の意味でかわいそうなんだけど、そういうことが起こりうる世の中なんだということは、ちょっとやっぱり日本から一歩出ただけで全てのリスクが、それが別にイスラム国じゃなくてシリアじゃなくて、イラクじゃなくて、リビアじゃなくて、どこでもあるんだということは、ちょっとやっぱ認識しなきゃいけない時代になってるよねっていう話ですね。イスラム過激化の特にこの自称イスラム国と言われる ISIL の組織の広げ方を分析した方がいらっしゃるんですね。で、まあイラクやシリアっていうところは自分たちの直轄のような形でやるんですけれども、そのちょっと離れたリビアとかこういうチュニジアとかエジプトとか、あるいはアジアでもインドネシアだとかマレーシアだとか、そういうイスラム圏はフランチャイズのような形で現地の過激化に、誰か送り込んで、で教えを広めるとか訓練をするということをやるんだと。でさらにイスラム圏でもないキリスト教圏だとか、あるいは日本だとかっていうところは、先ほどおっしゃったホームグロウンという現地の移民の方々であったりとかをこう勧誘していくという方法をすると、3段階でやってくるということなんで、非常に巧妙なのと、今回チュニジアが痛手なのは、チュニジアって GDP の 7% ぐらいが観光で成り立ってる、観光なくなったらどうにもならない国で、それでなくたって経済混乱してるのに、やっと民主化の目が芽吹いて、国民の多くはその民主化に賛成してるんだけど、やっぱり経済格差、北の方の土地部、地中海に面したところと内陸部と経済格差が大きい、大学進学率が 40% 近いんだけど、大学出ても仕事がない、不満が溜まってる、そういう人たちが過激派 になる目がいっぱいある段階で、今回これが元で観光客が途絶えたら、はい、経済一気に崩壊して、経済が崩壊したら政権も崩壊するから、隣のリビアが今もう内戦でぐちゃぐちゃになってるんで、そのリビアから何が目的かっていうと、目的非常にはっきりしてて、こうやって混乱を起こすことで経済もダメ、政治もダメ、そこの空白を狙って、今回の ISIL イスラム国、いわゆるイスラム国みたいなものが勢力を拡大するためのまず最初の突破口みたいなものを、まずこういうもので開いていくという、これ観光に行かなくなったら思うツボなんだよね。そうなんですよね。で観光に行って金落としてある程度経済支えてやるかなんかしないと、隣のリビア状態になったら、アルジェリアも今だんだん状況悪くなってて、隣のリビアの東側のエジプトも相当良くなくて、はい、そのイスラエルの隣のシナイ半島って今海外渡航情報で言うともう一段上のレベルに上がってきてるし、はい、中東全域ぐちゃぐちゃになっていく。そうですね、昨日イエメンでもテロがあったばかり。そもそも民主主義っていうものの概念がどうなんだろう。我々は民主主義って絶対の価値観だと思ってるわけだよ、ね、民主主義は絶対の価値観で、これを広げることが世界平和に役に立つと、はい、戦後我々はアメリカの占領下においてそういうふうに思わされてきたし、俺はそう思ってるよ、そう思ってるけど、必ずしもそうじゃないのかもしれないんじゃないのかと思い始めて、はい、だったらこれ全部リビアだってカダフィ政権で、エジプトだってあの辺全部独裁政権のまんまにしといた方がよっぽど安全だったんじゃないの考えすらね、浮かびますよね。はい、ここまででズームオン、この後も続きます。1242日本放送ズーム Listen and rediscover 辛坊治郎ズーム、そこまで言うか。今週の注目ニュースを辛坊さんが解説するズームオン、続いてズームするニュースはこちら。力
地下鉄サリン事件から20年、当時を詳しく知らない若者たちの入信が増加。ズーマン。13人が死亡し、およそ6300人が被害を受けた地下鉄サリン事件から昨日で20年となりました。警察庁によると、オウム真理教の後継団体であるアレフと光の輪の信者数は合わせて1650人、去年までの5年間で新たな信者を800人以上獲得し、このうち一昨年から去年までに入信した信者の半数近くが当時のことを詳しく知らない20代だということです。ほとんどが光の輪じゃなくてアレフみたいですね、増えてるのは ね、はい、増えてるのは、まあ、だからこの間ジョイウ氏が来たんだけど、ジョイウ氏はまあ光の輪、うん、で、まあ、彼はいや光の輪は完全に麻原彰晃の崇拝からは出したって言ってんだけどさ、はい、どこまで本当かな。今週やっぱり注目は、はい、いろんなメディアで三女の話をするわけですよ。まあ今朝うちの番組ありましたからね、あんまり偉そうなこと言えないんですけれども、結構多系列もやってますよね。これやったのは講談社が売り込んできてて、本が出るんで、ま、三女のアーチャリーですね、はい、アーチャリーの松本理香さんっていうのかな、これで、はい、そうですね、というのが顔を出して、まあ、本を出版するということなんだけど、ざーっと読んだ印象で、国民に読んだ人の印象からすると、結局アイフが言ってるのと同じじゃないのか、朝原彰晃がやったんかどうかの確証は持てないっていう、この本の中でもさ、実際に地下鉄サリンが行われて、刑務所の中にいる死刑囚たちがやったことは間違いないんだけど、それを全部統括して指示したのが朝原証拠なのかどうかということに関しては、この本の中で今に至るもアチャリー三女はわからないという言い方で、これに対して四女がこのところやっぱり四女も結構いろんなところで、はい、取り上げられるケースが多くてですね、四女に関しては昨日フジテレビに出てきた安藤優子さんがインタビューをして、この四女に言わせると、安藤さんが昨日お姉さんにあたる三女のアーチャリーが本を出したり、それからテレビに出演したりしているが、それについてどう思うか。姉はまだ被害者の方に対して謝罪をしていないですし、本も少し読みましたけど、よくここまで嘘がつけるなっていうぐらいデタラメというか、私が知っている事実とは違うものでしたと。はい。でまたこの間、その三女とそれからアーチャリーとその母親、はい、松本死刑囚の妻に関して、上優氏はこの番組に来てるときこう言ってんだよね。素材ないの？素材作るって言ったじゃん、うん、山根くん。失礼しました。あ、そう。打ち合わせ不足でした。失礼しました。なんて言ってたかというとね、手元に書き起こしがどっかにあったぞ。こういう時は生放送ですからね、ちょっと時間を探してる時に時間をつながなきゃいけないんで、その間に後ほどちょっとね、はい、じゃあこれについても、まあ、早い話が実際に、はい、アレフの中に上優氏は、いたわけで、でアレフの中に上優氏がいた経験で言うと、間違いなくこの三女と妻が後ろから指示を出していたと。形は抜けているけれども、実際は操っているような形だったじゃないかというふうに、こう言ってます、妻と三女は裏からアレフ教団に関与しているっていうのはあって、2004年から家族と分裂したんですけど、そこまでそういう状態でしたからそうだと思いますと、こういうことで、少なくとも、女優が別れたもとをアレフと分かつまでは、三女とその母親が実際は後ろから糸を引いていたということになると、はい、どこまで信じていいのか。いやー、そうですよね。でまた今回それぞれの、まあ、ある意味そのオウムの後継の人たちの各派閥が、はい、それは我々この番組でも女優出したし、うん、今朝うちの番組では今度三女出したし、昨日 いやフジテレビには四女が出てきてるし、うん、それぞれの立場の人が20年経った今いろんなことを言い始めてって、でも結局
真相はよくわからないし、被害者は置いてくにぼりだし、今日はうちの番組に出てくれた木戸弁護士が、はい、指摘してましたけど、アレフと光の跡資産が、何億だ、7億だかなんかあるのに、ね、はい、それはまずその被害者の賠償金全額払ってないわけだから、ね、それにまず全部当てて、解散して資産を全部それ当てて、あとどうするってなったら、まあなんか信じたいか勝手に信じりゃいいわけだけど、それをせずに朝原彰晃の顔写真をこう置いてっていう、それは違うよねって。でやっぱり面白いのはね、その四女の発言なんですけれども、四女の発言で言うと、ここやっぱり今のアレフは危険だという話ですね。オウム真理教の後を継いでいるアレフという存在がありますね。アレフは危険だと思うかどうかということを四女に聞いたところ、四女ははいと、オウム事件が起きるまではオウムがテロ集団とは分からずに、信者はポア殺人という概念が本当に現実に行われているということは知らないでいた信者さんがほとんどだったわけですけども、現在は殺人を肯定した教義をそのまま変えずにやっているので、すごく危険だと思いますと。まあ、公安調査庁が踏み込んだ時の写真が各メディアに公開されてますけれども、はい、様子を見る限り完全に朝原支配から抜けていないというか、朝原信仰そのままを教団が受け継いで、それが千何百人の信者がそれを信じ込んで、それまた若い人が続々入ってるっていう、この現状は相当に恐ろしいことは間違いない。小菅の拘置所とかがもう聖地のようになって巡礼に行くなんていう報道もありますからね。これを今の法律、団体規制法でどこまで抑えることができるのか。いや、これやっぱね、宗教心中やつはそれじゃ無理だね。潰せば潰すほどっていうか、はい、じゃあ解散命令出して解散させたところで水面下に潜るよね。で、仮に麻原松本死刑囚を執行したとしても、そうすると今度は殉教者になってしまって、脅威が深まってしまうんじゃないかっていうような指摘もあり、じゃあどうすればいいのかっていうこの難しさ、今のところどうしようもないってとこですね。産経新聞の取材に対して、四女は父は詐病だと、詐病、明言してますね。嘘をつく病気である、そうそう、まあ、結局そうなんですよね。いろいろなことをやってきたにもかかわらず、最終的な指揮命令系統の不明瞭さと、その真ん中にいた村井秀夫という人の視察されているということ、周りを固めても分からないところが真ん中にぽっかり空いているっていう。まあ、上位の話を信じるんだったら、キーマンの村井を麻原が殺させたというのは違うし、まあ、当然そこで、まあ、これこそ陰謀論だとか、いろんな俗説で外国の機関が関わってるとかって、それは全くないと。私もそれはないと思うな。だけど村井が殺されたことに関して、麻原が何の責任もないっていうか、背景がないかというと、麻原の下に村井が直結してて、そこから実行犯に向かってるということでいうと、ここの一人だけ潰せば間の線が切れるわけだから、そういう意味でいうと村井は消されたなって思うね。まあ、20年経って、全く救済進んでない、解明も進んでない、これからだなっていう感じが改めてしましたね。今週の注目ニュースを辛坊さんが解説する。もう一コーナー行かないの？もう一コーナー。時間がね、なくなっちゃった。時間がなくなっちゃったの？ですよ。2時台後半に。2時台後半。あ、まあいいや。じゃあ2時台後半。はい。このコーナー、ポッドキャストでも配信しています。いや、俺絶対今日言いたことあったんだよ。なんだっけ、例の発行一憂とさ、NHK だよ。NHK のやらせだよ。NHK のやらせと NHK のあのもみさんの追及だよ。まあ、いろいろ言いたいことあるんだけどさ。2時台後半2時台後半まで待って、順番通りに、はい、行きましょう。でも2時台後半別のネタがこの後はお知らせを挟んで週刊ズームワードに参ります。ヤフー検索の急上昇ワード100位の中から番組が注目したニュースの言葉にズームします。辛坊治郎ズーム、そこまで言うか。ズーム、そこまで言うか。週刊ズームワード、有楽町日本放送からお届けしています辛坊治郎ズーム、そこまで言うか。ここからの時間は週刊ズームワードです。検索サイトヤフー検索で、この1週間のうち検索が急上昇したワード100位の中から番組が注目したニュースな用語にズームしていきます。では
上位3位から1位をご紹介します。まず第3位は、はい、佐藤アリサ。続いて第2位は前園康則。そして第1位は浅井信夫。浅井信夫さんは存じ上げております。お亡くなり、亡くなられたんですね、はい、国際政治学者ですか、はい、はい、おいくつですか。79歳で前立腺がんのために、まあ、今男性で79っていうと昔なら大往生って言いましたけど、まだまだね、今はまだ若いっていう、はい、感じがしますね。残念ですね。前園康則さんは知ってますが、佐藤有沙さんは分かりません。サッカー日本代表の長谷部選手と結婚するんじゃないかということでね、ワードが急上昇したんですよ。あ、そうなの。そうなんですよ。あ、そういえば手元に写真があるぞ。かわいいですよ。あら、なんとなくあのふっくらした水戸ちゃんっぽいね。あ、水戸ちゃんのなんかスッとさせてモデルにしたっていう感じで。あ、なるほど。ですかね。プロポーションはじゃあ水戸ちゃんにシュッとしてんだよね。モデルさんですからね、きっと背高くてスリムなんじゃないですか、ね、今の一連の会話水戸ちゃん聞いたら気悪いと思うよ。いやいやいや、水戸さん、あ、彼女は気悪いよな。違います。い、私はシュッとしてないのかみたいな、プロポーションが悪いのかみたいな。そんなことない、可愛らしいアナウンサー、ね、本当にひどいこと言うわ。増山さんはそんなことないですよ、悪意はないですよ。はい、雑誌の対談でお二人は知り合って、ただ結婚に関してはまだね、あの将来については何ら決まってませんとおっしゃってます。前園康則っていうのは、あの福井大学の特命准教授で今容疑者として菅原美和さんを殺害した。よくわかんないんだよね。わかんない話が多いです。ちょっと謎が多いですよね、この件ね、はい。そして今週検索が急上昇したワード、なまっちゃった、急上昇したワード100位の中で番組が注目したのはこちらです。第43位、一生行くことはなさそうな都道府県。なんかちょっと誰が調べたの、失礼な調査を。誰が調べたんですか、ね、フレッシャーズマイナビスチューデントで社会人の男女500人を対象に行われたということなんですが、結果が、第3位が31人 6.2% の方が沖縄県。意外だ ね、 意外ですよね。なんで沖縄いいぞ、観光に行ってください、え、そうなんだ。そうなんです、要するに交通費が高いから行けないってことかな、遠いかな、沖縄県。それは意外だな。2位が青森県、青森ですか、はい、青森確かに。私は何回も行きましたけどね、結構あの大阪からだと飛行機飛んでますし行きやすいですし、あの必ず行くとですね、いちご煮っていうのを買ってくるわけですよ。いちご煮、いちご煮知りませんか。いちご煮ってなんだっけ。いちご煮っていうの、いちご煮っていうのは向こうであの普通に旅館に泊まっても晩飯に出てきますし、はい、あの缶詰になってるいちご煮っていうのが、缶詰で沖縄の物産商店みたいなところに。お魚、いちご煮ですか。いちご煮はウニですよ。ウニ、あ、ウニ、ウニ、ウニのなんかほれおつゆですよ。はい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 、いちごに、はい、あの青森のいちごにうまいですよこれ、はい、あとリンゴかな。リンゴね、おいしいですね。青森のリンゴ、そうですか、青森行きませんか、はい、そうなんですね、でも岩手、森を、岩手とか秋田に比べれば、あ、もう、あ、青森の方が行きやすいけどね。あ、そうですか、まあいいでしょう、はい。で1位が佐賀県。佐賀県ね、佐賀県、そうですね、チャンスがないと。私もこの中で佐賀県だけ行ったことないですね。佐賀県、佐賀県は花輪さん。そうです、花輪さんの歌以外に思いつくものがないっていうこと、ね、いや吉野ヶ里、あれ、はい、吉野ヶ里佐賀県じゃなかったっけ。佐賀県でしたっけ。吉野ヶ里佐賀県、あとはね伊万里、伊万里焼きの伊万里、見どころは結構あるんですよね。あとは佐賀空港っていうのがあってですね、はいはい、この佐賀空港はもうどうしようもないから、結構ね、あ、温泉があるよ佐賀には、いい温泉が、嬉野温泉、嬉野温泉佐賀県だよね、そんなとこで首振ってられて飯田君入ってきたら飯田君は何でも知ってますね、なんか電車つながりで知ってるんだよ。あ、嬉野温泉ね、あの温泉湯豆腐っていうのがあってですね、そう、温泉のお湯で、温泉湯豆腐はいいんだよ別に、そうお湯ねあるじゃないですか。いや佐賀空港がほら観光鳥泣いてた時に、はい、佐賀空港を拠点にして旅行すると、はい、すごいあの安 お得キャンペーンみたいなのやってて、はい、結構ね公園に行くんだ佐賀県。そうですか、私基本的に47都道府県全部行ってますけど、佐賀県は、あと佐賀県で有名なのは、あれだ、あの佐賀牛、はい、佐賀牛、それから国会議員で言うと、この間あの病院の中から立候補して当選した原口さん、原口さん、原口さん、民主党の原口さん、
まあでオスプレイをここを ねあの空港があんまり観光地に泣いてるから、はい、オスプレイ導入するって言って、それが結構知事選かなんかの、うん、まあ、話題になりましたけど、基本的に地元はどうなんでしょう。前の古川さんという知事の方はね、受け古川さんが国会に転出して、そうです。で今どうなったんだっけ、日渡さん次の国会議員、ああそうだ、次の国会、次の知事選で、はい、あのガチンコの戦いになって自民党系が負けたんだ、JA というか、まあ、農協農政連が勝てた地元候補が勝った、そうそうそう、話題結構ありますよね。その時に俺あのテレビかなんかで、そう、あの佐賀県で要するに、はい、あの日本の農業改革をやっぱりダメだと、日本の農業改革なんかやらずに JA 頑張れみたいな人が知事になった時に、もう佐賀県なんかなくなってもいいんじゃないかと心の中で思っただけなんだけど、テレビで言ってないのは確かに。それをラジオだからって言わないでください。そうですよ、心の中じゃないですか、佐賀県の人に聞いてみました。佐賀県の人に聞いてみました。佐賀県の観光戦略グループの池上さんという方は、まあ、こういったアンケートがある際に毎回名前が上がるんですって。やっぱりだから、あ、また入ったか、よくあることだって気にされてはいないんですけれども、 PR の方はかなり積極的に毎回やってらっしゃるということなんです。で昨日から、うん、吉野ヶ里と嬉野温泉だけでも行く価値はあるよな。うん、そうですよ、竹温泉ってのもあるし、竹温泉、竹温泉ね、竹温泉もあるね、いいよ佐賀県。そう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 、いい。だけどね、ここね、民放がほとんどないんだよ。なんでこんなにイメージが薄いかっていうと、ほとんどが福岡のサービスエリアだから、はい、この北九州エリアで佐賀の放送局ってほとんどないはずだよ、民放局が。あのフジテレビ系の確かね、佐賀テレビっていうのがあって、僕一緒に研修受けた覚えがありますね。あ、テレビのアナウンサー、じゃあもしかしてそこしかないかもしれない、ね、かもしれない。他は多分ね、福岡、多分日テレ系列だと FBS で福岡放送のサービスエリアだから、佐賀独自の放送局はないと思うな。うん、確かにそうかもしれない、うん、もったいないですね、見どころいっぱいあるからね。でもまあちっちゃいからな。それ結論ですか。そんな、もうもはや身も蓋もないじゃないですか。今日ご紹介したランキングは、佐賀牛の一つも送ってくれればいいよ、もう変わるけど。いやですね、その心で番組のホームページにも載せておきますので、ご覧になってください。以上、週刊ズームワードでした。辛坊治郎ズーム Listen and rediscover ズーム、そこまで言うか。時刻は午後2時を回りました。改めまして、こんにちは、辛坊治郎です。日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか、今日もメッセージたくさんありがとうございます。ありがとうございます。伊豆の国市にお住まい、ラジオネームコシモさん。辛坊さん、はい、今日は増山さんがバスケの人数知らなかったり、素材がなかったり、段取り乱れてますね。春だからのんびりしてませんか。すいません、辛坊さんのグタグタが周りのスタッフに映ってませんか。そんなことないです。今日はみんな山根くんが悪いんです。はい。ディレクターの、はいはい。ね、花粉症大変でしょうけど、今日だいたいプロデューサー来てないし。あ、今日はね、一身上の都合でちょっとね、欠席ね。一身上の都合、一身上の都合で欠席。そうですよ、そういうこともあるんですよ、人には。ということは何、うん、今ここでいる中で、はい、日本放送で一番偉い人は増山さん。いやいや、あなたです。偉くないですけど、私ちょっと年があなたです。重ねてる、間違いなくあなたです。いやいや、どう見て、今日は総責任者増山さんでお届けしております。何やっても増山さんの責任です。それ、あの見た目は飯田さんって感じですけど。まさとさん、はい、静岡県31歳の方。今週沖縄に第二の USJ が建設されるという発表があったんですが、ね、第二の USJ っていうか、はい、要するに USJ のグレン・ガンペルっていう大阪のですね、一番偉いおっさんがですね、この偉いおっさんが面白いんですよ。このガンペルさんっていう人がね、ちょっと声がかすれてましてね、やたら演説が長いんですね。なんか見た目も普通の感じのおじさんっていう感じ。そうそう、普通のおじさんなんだけど、これ式典でこのガンペルが話し始めると、みんな USJ の人が下向いて、早く終われよおいっていうところがね、みんな結構ファンが多いのよ。面白いこと言うから。うん。で、あの橋本徹のところに行って、あの表敬訪問だと橋本徹が思ってたら、いきなりなんかカジノ話で俺らにやらせろみたいな話を。で、橋本徹って陳情一切受けない。もう知事になって以降、政治家になって以降、とにかく個別の陳情は一切断るっていうところが、まあ、表敬訪問だっていう約束だったのに、いきなり来て陳情を始めたんで、それから橋本徹が怒り狂って、あのガンペルだから許さねえ、このガンペルって、あの USJ のトップのガンペルの悪口を言わすと、橋本徹が今日本で一番面白いという。あらら、そうなんですか。そのガンペルがですね、はい、そのガンペルって呼び捨てにすんな よ。 そうですよ、本当に。そのガンペルがこの間記者会見をして、はい、かすれた声でですね、いや、とにかく、まあ、大阪の USJ って儲かってるんですよ、
ものすごい客入ってんの、すごい勢いで。普通ね、あのテーマパークって1月2月3月って割と閑散期なんですよ、何やったって。ところが今年はですね、クールジャパンっていうの始めて、例の進撃の巨人のね、実物大っていうか巨大オブジェに、それからエヴァンゲリオンの 3D かなんか駆使したやつとか、そういうのを、モンスターハンターとかなんかいろんなことやってるもんだから、この2月3月もすごい客入ってて、おそらくですね、この3月年度が終わった時に年間入場者数とてつもないことになるんじゃないかっていうぐらい入ってるんですよ。広報の方みたいですね、辛坊さん。まあね、まあ半分広報なんですけどね、はい、それで、いや、ディズニーランドも好きですよ、ディズニーランドも、私ディズニーランドもね、あの大好きで、テーマパーク、そうなんです。いつもね、あの羽田降りるでしょ、羽田降りると、あの私は基本的に山根くんが、あの日本放送のラジオカーで迎えに来てて、拉致されてここへ連れてこられるんだけど、はい、その拉致される場所の目の前に東京ディズニーランド行きのバスが止まってるんですよ。で、もう先にあの山根くんと落ち合えなかったら、これに乗ってそのままディズニーランド行ったろかと思うぐらいな。で、何の話をしてるかというと、あ、その USJ 儲かってるもんですからね、今勢いがありますから、じゃあ沖縄に行って、で沖縄ほらカジノ構想から外れちゃったじゃない、はい、第一次カジノ構想から、第一次カジノ構想は横浜と大阪になりましたから、で沖縄で今あの名護市っていう普天間の移設先、この名護って東西にすごい広いのよね、はい、で東海岸の方に例 の, あのヘリポートっていうか V 字滑走路を作ろうって話なんだけど、西側って例の美ら海水族館に向かう道筋なのよ、うん、ここにね、カンコドリが鳴いてる植物園があって、うん、このカンコドリが鳴いてる植物園が結構な面積があるんで、うん、ここにテーマパークこさようじゃないかって、これ面白いと思う。いいじゃないですか、うん、でとりあえずじゃあ日本放送の金で取材に行こうか、予定地を。お金が出れば行きたいものですけれどもね、辛坊、うん、さんのポケットマネー、ここ今日一番偉いのはね、増山さんなんだよ。だから増山さんが GO って言ったら俺行けちゃうんだよ、ほら GO 行きたいですね、はい、ということでラジオの前のあなたからのメッセージもお待ちしておりますよ。どんなご意見でも結構です。メールは zoom@1242.com、 ツイッターはハッシュタグズーム1242をつけてつぶやいてください。ファックスは0570-02-1242、 0570-02-1242 番です。ラジオ、そしてインターネット、ラジコ .jp で同時生放送、日本放送、辛坊治郎ズーム、そこまで言うか、この後午後3時までお付き合いください。辛坊治郎ズーム、日本放送、辛坊治郎ズーム、そこまで言うか。辛坊治郎ズームズームズーム、そこまで言うか。この後は番組が注目したタイムリーな話題をゲストに伺うタイムリーズーム。今日はタレントの中山明日美さんをゲストにお迎えして、ママさんバスケにまで影響が出ているというバスケットボールのリーグ統括問題をテーマにお届けします。中山明日美さんは中学時代はバスケットボール部に所属して全国大会優勝、高校時代も高校バスケットボールの甲子園といわれるウィンターカップで優勝、その後アメリカに渡りユタバレー大学で1年目からレギュラーに選抜され、4年生の頃にはキャプテンとしてカンファレンストーナメントで優勝、初代 MVP にも輝くなどバスケット界の超エリートです。現在はラジオパーソナリティをはじめタレントとして活躍し、バスケットに関連する番組も担当されています。今日はバスケットボールのリーグ統括について、統合について何がどう問題なのか、今後どうなっていくのか伺っていきます。そこまで言うか。1242日本放送、日本放送ズームタイムリーズーム、有楽町日本放送から辛坊治郎と増山さやかがお送りしています。 AM1242 日本放送、辛坊治郎ズーム、そこまで言うか。この番組はラジオの他にインターネット、ラジコ .jp からも聞くことができます。
さあここからの時間はラジオの前のあなたに番組が注目したタイムリーな話題をお届けするタイムリーズームです。早速ご紹介しましょう。タレントの中山あすみさんです。よろしくお願いします。ジェンポーさんデレデレしすぎですってお願いいたします。綺麗な方ですね。いいですね。線来ちゃいました。いいバスケの選手ですか。バスケの選手です。バスケの選手ですか、はい、だけどね、あのプロフィール見たらものすごいんですけど、はい、アメリカのユタバレー大学卒業で、でカンファレンストーナメント優勝して初代 MVP 受賞で、そうそう、そのまんま素だったら NBL かなんか入るんじゃないですかに入りたかったんですけど、でもスポーツキャスターになりたくて、はい、ちょっと他の NBL っていうのは女子リーグもあるんですか。NBL ではないです。それは男子リーグになります。WJBL っていうのが女子のその企業チームのトップ選手がやる。アメリカでもあるわけですか。アメリカだと WNBA です。それに入ると あれですか、日本でキャスターやるのとどっちが待遇いいんですか。いやー、選手でしたね、きっと。選手の待遇良かった、はい、と思いますね。これだけの美人でアメリカの女子リーグの選手だったら大変なことになってるかもしれないよ。もしかしたらね、女性キャスターそっちの方が近道だって。でしたかね。って俺が今言うなよ。本当ですね。本当ですね。そうですか。今日はあのバスケットに何について語ってもらうことになってますか。いろいろ今、オラシンボさんも注目してたじゃないですか。いいんですか、そんなそっちの話で。だってこんな綺麗な人来てんのにさ、タレント活動について聞く方がいいんじゃないの。タレント活動についてももちろん伺いたいですけどね。伺いたいよね、うん、じゃあまずあの基本的なことから聞いていいですか。はい、いいですか。何でもお願いします。しっかり聞いてください。聞きたいことがあれば。聞きたいことが、ほれ揉めてますよね。揉めてます。バスケットボール、うん、なんかあのリーグが2つあって、とりあえず今なんか仲裁案みたいなものが出たらしいんだけど、出る前の話をすると、なんか企業の名前がくっついてる、あれ何リーグっていうの、日本の場合は NBL って言います。 NBL って言うんですか、はい。それとあの企業の名前がついていないあの各地の、エベッサなんとかとか、あれ違う、はい、あれ大阪エベッサ、大阪エベッサ、大阪エベッサと、あれあのリーグ、あれ何リーグ、あれプロチームで BJ リーグって、 BJ リーグ、はい、その最初のやつはプロチームじゃないの、はい、最初のは企業なので、企業の実業団チームになりますね。実業団チーム、はい、で、両方2つリーグがあると、で2つリーグがあると、じゃ あの国際大会で選手どっちから出すんだみたいな話になると、うん、国際機関から1つに統一しろって言われて、統一しねえとあの資格停止だって言われて、今資格停止中、今停止中です。今停止中、実際に受けてます。資格停止中になるとどういうデメリットがあるの。国際大会に出られないので、実際にアンダー19の女子日本代表の子たちが出られないっていうのが先日19日かな、決まったんですけど。あ、じゃあもうすでに実害は出始めてるんだ。のと、あとママさんバスケの日韓交流ゲーム、ママさんバスケもダメなの。そんなところまで波及するんです。しちゃった。なんでママさんバスケダメなの。国際ゲームがもうダメって言われてるの。国際ゲームダメなの。はい。じゃあ俺がさ、今バスケチームを作ってどっかとやったらダメなの、それは。ダメですね。そうなの。はい、ダメです。その登録してる、 FIFA に登録してるっていうことに関するともう NG になります。FIBA、はい、FIFA は国際サッカーなんとかで、はい、FIBA なんだよ、国際バスケットボールだから。はい、だけどバスケットが FIBA ならバレーボールも FIBA にならねえか。フィーバーですよね、確か。バレーボール、フィーバーですか？あ、V か、あれは。V だ。スペルが違うな。スペルが違うんだ。また、本当に。そのぐらいの英語は分かんないですよね。そうだった、そうだった。何を言ってんだ、みたいな。質問。はい。いいですか、はい、その、実業団チームと、それからプロチームと、二つあります、うん。はい。で、私ね、これ本気で言ってたんですけど、うん、もうね、実力で、白黒つけようと、うん、両方のリーグから、トップ、代表を出して代表でガチンコで戦わせて、うん、勝った方が全部のシステムを決めると、どうだろう。うん、いいと思いますけど、まあ、実際なんかそのチャンピオンズマッチっていうのもあるの、交流戦みたいなやつないんです。あ、ないんだ。ないんですけど、やろうっていう話が今回去年の2013年の、ね、そのバスケットで、第一人者の中山さんの目から見て、はい、そのプロのチームで選抜したトップのチームと実業団のトップのプレイヤーを集めたチームとガチンコで戦ったらどっち強い。
怖い。言っていいんですかね。私、BJ リーグの一応キャスターをやってるんですよ。BJ リーグってプロの方の、プロの方のキャスターをやってる。プロの方のキャスターをやってる。あ、じゃあ、プロが強いって言ったらいいわけだろ？言って、言いたいところなんですけど、純粋に見ると、うん、NBL の選手から日本代表が全部出てるんですよ。企業チームから。そう。はい。それは、やっぱり、プロのチームよりも日本では企業、実業団の方が恵まれてんの？そうなんです。待遇もいいの？いいんです。お給料も2倍もしくは3倍とか。全然違う。そうなんだ。じゃあ、当然のことながら、ギャラの高い方に優秀な選手が集まるっていう構図になっちゃってんだ。そうなんです。それ寂しいね。だって、アメリカのプロリーグってとてつもないギャラ持ってくでしょ？もう年間20億ぐらいもらってる選手とかもいます。日本のプロのチームも当然のことながらそこを目指してるわけでしょ？はい、そうするとエベッサなんとかに入ると、うん、やっぱりあの、うん、フェラーリに乗ってね、うん、会場までワーンと行って、うん、もうクルーザーがゴーゴーモータークルーザーのでっかいのがあって、別荘が軽井沢と北海道とあそこにあってみたいな、そういう生活ができない今できないです。できない。どっちでもできないです。できない、はい、あ、なんでお客さんが少ない。お客さんが、まあ、どっちのリーグも平均して1500人くらいしか入っていないのが現状、うん、なんですよね。するにバスケファンの裾野が日本ではそんなに広くないってことなのかしら、うん、やっぱり人口は62万人いるんですよ、競技者数だけでも。そうでしょうね。だってうちのかみさんバスケ部だったもん。あ、おっしゃってましたね、うん、だからどうだってことはないんですよ、うん、そう、世界でも4億5000万人かな。そんなにいるの？世界で一番プレーされてる人口が多いんですよ。まあ確かにあのアメリカのものすごい貧しいね、どちらかというと貧しい方々が住んでらっしゃるところでも、なんかビルの影のところに、うん、あのゴールが置いてあって、貧しい子供たちがみんなバスケやってたりなんかして、サッカーはもうちょっと広いところがいいけど、バスケは狭いところでできるから、うん、裾野広いよね。広いですね。いっぱいいろんな人やってるんで。日本でも金持ちの庭、家の庭には芝生とあのバスケットのゴールはあるよ。そんなイメージありますよね。いいな。あるよね、あるよね。あるよね、あるよね。で、人数も少なくてできるしね。そうですね。5人でね。そう、5人です、5人。あなた今から15分前に知っただけじゃないの、それ。前から知ってたようなこと言うなよ。いやいやいや、で、そもそも、はい、このフィバのバウマン事務総長って偉い人が、はい、NBL と BJ リーグ2つに分かれてる日本のこのリーグを1つにしてこう強化してもっとメジャーにしなさいっていうようなことを提案したわけですよね。そうですね。それをなんでこうずっとまとまらずにごちゃ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 なっちゃってる状況なんですか？やっぱり私がいろいろ取材とかをして聞いた話では、はい、一番はやっぱ財政的な面が大きい問題だったって言われてるのと、はい、やっぱり企業 NBL の方はまあ広告、企業広告の目的っていうのがあって、BJ リーグの方はプロチームとしてエンターテインメントっていう地域密着っていうところがこう目的だったので、うんうん、そもそもの目的も違うしっていう。で、意見が折り合わなくて。そうですね。で、書面上でやり合ってたっていう、こうします、ああしますっていうのがあって、で、バウマンさん、はい、その今回タスクフォースっていう新しいチームが、まあ、できて、今この改革に乗り出してるんですけど、川淵チェアマンとかが入って、もうガツ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 いろいろおっしゃってくださって。でも川淵チェアマンの新リーグの概要っていうのは私これテレビで紹介したんですけども、うん、はい、収容人員5000人程度のホームアリーナを持ってってって、うん、そんなチームは日本に1チームもないんでしょ？今ないです。で、無理じゃん、そんな、鼻から。うん、その無理だって言うと、これ川淵さんの意見なんですけど、うん、もう大きくなんないと、1500人で満足してたらダメだぞみたいな感じで、やっぱ3000人入ってるチームとも沖縄とか秋田だとあるんですよ。2つなんか大きいのがあるから、確かに一つにまとめれば、なんつったってバスケの選手ってイケメン、長身、男前の、うん、多いよね、はい、そうしたらあの若い人の人気が出てたね、うん、火ついて、今なんとか女子って流行ってるじゃない。あ、そうですよ。だってプロ野球のパリーグなんてさ、ついこの間まで女性が見に行くなんて考えられなかったのに、今なんかオリックスのファンの織姫とかね、カープのファンのカープ女子とか、だって相撲だってね、数女でしたっけ、なんとかって言いますよね、なんとかって言いますよね、聞いたことないです、数女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 、あ、言うの、山根くん何でも知ってんね、さすが。まあ、となるとこれやっぱり1リーグにして盛り上げたら、バスケはスピード感があるし見てて面白いから。そうですよね。時間も一試合何分って決まってるんですよね。決まってます。はい。だからあの40分でコンパクトに見られます。放送しやすいですね。時間、まあ、確かにテニスなんか時間決まってないね。延長とかないですね。これ聞いたテレビ局の人そこまで知らないか。
知ってました40分って。いや、まあ、確かにあの時間決まってないから終わんないだろそれ。いやでもほら野球とか延長になっちゃってほらあんま読めなかった。テニスなんかもね、はい、ね。あの中山さんごめんなさいね。大丈夫です。本当にありがとうございます。完全に後悔してますね。本当に私は一体何にどういう子に来ちゃったんだろうっていう。こんなど素人相手に。いやいやいや素人相手に。そうですか。どうしたらいいですかね。どうしましょう。今本当にこう3つ言われていて、はい、そのリーグを2つあるのを1つにしようっていうのと、まあ、JBA って日本バスケットボール協会のガバナンス運営をまあ強化しようっていうのと、あと日本代表の強化っていうのを3つ指摘されて、それに向かって動いてるんですけど、ええ、私はもう本当に2つのリーグが1つにまずなることが解決策かなっていうのは、うん、今あの立ち入ったことを聞きますけども、はい、そのプロのバスケットボールの、うん、その選手の皆さんって、うん、だいたい収入っていくらぐらいなんですか。NBL の言っていいのかな、うん、選手の NBL っていうのは実業団の方ですか、はい、実業団の方のチームの人ってさ、他の例えばスポーツって大体実業団って、マラソン選手でも、うん、本当の一部のトップの人たちは朝から晩までスポーツだけやってるけれども、基本的には午前中会社の仕事をしたりとかっていうケースよくあるじゃないですか、はい、NBL はどうなんですか。は月に1回スーツを着て出社してその部署に挨拶をするっていうチームとかも。じゃあ実質的にはもうプロと一緒なんだ。そうですね、もうずっと朝から晩までバスケットずっとやってるんだ。ことの方が基本的には。あ、はい、はいはいはい。何チームあるんですか。13チームですね今 NBA 一番強いのは。今は日立サンロッカーズが強いですね。日立の選手の、有名どころで、じゃあそこの選手の人たちって普通実業団っていうイメージで言うと、大体その会社の給料水準に合わせて25歳だったら25歳の給料だったりなんかする、うん、ね、スポーツだったりそうなったり、はい、そういうのありますよね、はい、マラソンなんかの場合は違うのかな。やっぱり Q ちゃんとかあのぐらいになってくるとまた全然違うんだろうけどさ。だけど一般的には実業団のチームってその会社の給与水準に合わせて将来的にそれプレーやめたらそのまま社員で残ってあの課長になったり係長になったりするよね、うん、そういうもんでもないの。一応その NBL でも3形態ぐらいあって、その本当にプロ選手として登録してる人と、あと契約社員と社員っていう3形態あるんですよ。あ、一つのチームの中にもそういうのがあるんだ、はい、今13チームあるって言ったんですけど、その中でもあの日立とかトヨタとかアイシンっていうチーム名が入ってる、その企業名ですね、入ってるチームもあれば、その栃木なんかは田臥勇太選手とかがいるところ、あ、例のあのアメリカで活躍してた、はい、そうです。あ、今日本に来てるんだ。今日本でやってるんですけど完全プロチームとしてやってるんで、完全プロチーム、はい、で一応そのなんか最近なんですけどミックスにはなってきているっていう。わかりました。じゃあそのバスケットボールの実業団で一番稼ぐ人って年間いくらぐらいなんですか。日本人ですか。はいはい、日本人です。聞いた話ですよ。聞いた話ね。いろんなものを含めて私は4000万ぐらいって聞いたことがあります。微妙だな。それでも夢が私たち微妙だな、聞いた話では夢がある方なんです。一番上 で、はい、じゃあ普通にやってる普通の選手、その NBL の企業チームの方の平均だと1000万ちょっとかな。ああ、じゃあでもその会社の普通のその年の社員よりは給料は多いねきっと。そうですね。わかりました。それがあの NBL って実業団のチームの方の現実。そうです。じゃああのプロチームのあのキャスターやってる方の、キャスターやってるとどういうことですか。BS 富士で番組があって、はあ、でその番組のキャスターとして、まあ、いろんな地域に。BS 富士でキャスターやってるからそのこれで今日は来てくれてるんだ。そうなんですか。違いますよね。違う。ぜひズームに来ていただきたいということで一生懸命交渉をして。ああ、そうですか。わかりました。BS 富士でいつ見る、やってるんですか。4月13日の深夜。月1の番組なんですけど、4月13日の深夜何時にテレビつけると出てらっしゃるんですか。深夜0時から0時55分プロバスケ BJ リーグ TV という、プロバスケ BJ リーグ TV という BS だからタダで見られますよね。タダで見られます。そこをつけると、はい、あの超美人の中山さんが映ってる。ありがとうございます。見られます。皆さん本当
当に可愛いっすよ。可愛いです。本当に可愛いっすよ。あんま可愛いで褒められたことない。本当に可愛いし、運動能力も、ね、だって全米一みたいなんでしょ。そうですよ。すっごいっすよね。でもね、これ追い詰めようと思ってもね、スルッと逃げられちゃうんですよ。そうですね。さらっと感謝ですよ。じゃあプロの方の選手のあの実態をいきたいと思いますけど、はい、何チームあるんですか。今22チームプラスだと1個下のリーグが 2チームあるんで24なんです。そんなにたくさんあるんですか。はい、一番強いところは今 BJ です。沖縄が強いんですかね。沖縄強いんですか。京都とか、あと秋田の座。京都秋田、はい、浜松。この間なんか和歌山でチーム一つ潰れてませんか。潰れかけて、いろんな人のこう個人力があって、なんとか今シーズンは持つっていう。持ったんだ。はい、1月に急遽発表されたんですけど、5月でなんか関西方面で新聞見てたら、そのプロのチームが潰れかけててお金がなくてどうのこうのって話がずっと出てたことがあったんですけど、大変だね。そういう現状。じゃあそっちのプロのチームの一番稼ぐ人っていくらぐらいですか。その BJ リーグの方は日本人選手ではトップが1000万ちょっと、でもそれをもらってるチームは本当数人だと思います。じゃあそのプロのチームでちゃんとレギュラーで出てて今度のあのテレビでもちゃんと試合に出てきてテレビに映るような人で追い詰められてるな。言いづらいな。ブースターさんからさ、いろいろ言われないかな。もうここまで来ちゃったんだからしょうがないのよ。でも正直な話、多分そのスタートとかスター選手が600万から800万ぐらいが平均だと思います。1000万もらえる選手はもうほんとごく一部で、あ、本当、そのスタートの平均で言うと500万ぐらいじゃないかなっていうのは。だったらやっぱり1リーグにしてもっと盛り上げてお客さん増えれば、ね、ギャラも一気に上がるよね。なんで5000人でやろうっていう。イケメン爽やか男前長身動きは早いし。注目の選手っていうのは、日本のリーグでね、はい、今あの沖縄にはですね、岸本選手っていう選手がいるんですけれども、まあ、その昨年優勝沖縄がしたんですけど、そこのポイントガードで、でその彼なんかはポイントガードわかるか。何ですか、辛坊さんわかるんですか。後で詳しくポイントカード誰がいいの。後で誰が詳しく喋るんだよ。それ山根君、そのさ、いい加減なことをあのオンエアに聞こえないところでさ、我々に指示するのやめてくれるぞ。でもスリーポイントラインって分かりますか。分からない。あのダメだ、あのとにかくゴールから遠いところから決めるシュートを。ついにあ、ダメだなコメントでしまいダメ出しちゃってしまいました。もうぜひ見ていただきたいな。そうですね、見ると違いますね。いや、もう実際見ていただきたいです、うんうん、じゃあ川淵チェアマンの方向性は間違ってないんだ。もうはい、私はすごいいい方向性じゃないかな。1リーグにしてね、ホームチーム、ホームアリーナみんな持って5000人のお客さんが毎回必ず行くぐらいの話になってきたら盛り上がるよね、うん、バスケットもね。いや、盛り上がると思います。そうしよう、そうしよう、そうなることを祈って、う、うん、はい、だって中山さんがそこにプラスされるんだから、それは行かざるを得ないでしょ。そうですよ、辛坊さんも尽力してください。俺が行っちゃうよ。そうですよ。これからはバスケだ。お願いします。しました。お時間がかなり過ぎてしまいました。もっと聞きたいことたくさんあったんですけどね。すいません。今日のゲストはタレントの中山明日美さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ズーム、そこまで言うか。ズーム、ズーム。Listen、Listen。And we discover the news. え、中にはほとんど警察官の応答にもですね、返事ができないと。拉致問題については安否を確認することができました。1242日本放送ニュースタイムマシーン。日本放送から私、辛坊治郎と増山さやかがお送りしています。ここからはニュースタイムマシーンです。再び井田アナウンサーです。はい、よろしくお願いします。ご苦労さんです。なんかちょっと冷たい感じしますけど、もう余力ないでしょう。ちょっと、ね、今ね、さっきのところに早かったね、本当にね。ありがとうございます。まだいらっしゃるんですか。はい、すみません、あの名刺にあのメールアドを書いてありますから、あの大阪来たら連絡ください。ね、はい、番組を使って口説くのやめなさいよ。本当に。はい、ではニュースタイムマシーンではこの1週間の過去のニュースに注目してまいります。今週注目したのは日本中が沸いたこちら。
1970年3月15日日本万博博覧会開幕。世界各国の協力を得て人類の進歩と調和をテーマとする日本万国博覧会が開催されることは誠に喜びに堪えません。ここに開会を祝い、その成功を祈ります。人の多いのでね驚きました。でもね、アメリカ館はね1時間と10分で入れて嬉しかったです。これも入れないつもりで来たの。はい、もうアポロや何か見て本当に嬉しかったです。はい、私らなんで来たんですけど、理科書に来たんですけどね、入れないんですわ。でぐるぐる回って民間のね、ところへ止めてようやくこう来たようなことなんですよね、うん、こんにちは。日本万国博覧会、通称大阪万博であります。お聞きいただきましたのは、当時の昭和天皇の挨拶、そして剣持さんの声と、やっぱ飯田君の声としてのナレーションのトーンっていうのが万博にぴったりだね。ぴったりですよね。なんか本当に俺万博のオープニングの実況中継をラジオで聞いているような気がしてきちゃった今。1970年の喋りが古色騒然としてるね。古色騒然とない言い過ぎですよ。なんだって、飯田君も鮮明に覚えてると思いますけどね。いやちょっと待って、僕ね生まれる11年前ですからね。嘘、この1970年の万博っていうのは、千里が丘のね丘陵地帯を造成して、後に千里ニュータウンができるという万博記念公園に今なっておりますけれどもね。まあ実はですね、はい、後に千里ニュータウンができるって正しいんですけど、本当はですね、もう万博ができた時に万博のコンパニオン用に建物はいっぱい建っててですね、で私実は1980年代の後半に住んでた千里の団地は、はい、万博の時の外国人宿舎だったんですよ。あ、そうなんだ。で千里の時の外国人宿舎だから部屋の作りがちょっと変わってて、当時は珍しい公団の団地なんだけどシャワーがついててですね、当時ね最初の頃公団の団地にシャワーなかったんだけど、うん、シャワーがちゃんとあってっていうところがあって、それが万博が終わった後公団の団地になって、で私が80年代に、住んでたところはまさしく万博の時のコンパニオンの外国人コンパニオンの宿舎だったところが、うん、だからそういうプロセスでこう造成されていったんですわ。もともと先を見て、私は2週間中学校2年でしたけどね、埼玉県に住んでましたけど、うん、たまたまもともと親が関西人で親戚関西に多かったっていうこともあってですね、ホテル代がタダだったんですよ。でそれも千里に親戚があったんで、あら、きちん千里の親戚に、うん、泊まって2週間、私中学生だったんでもう一人で通い詰めました。2週間、2週間通い詰めました。いいですね。夏休みかなんかですか。じゃあ夏休みにものすごく混んでたけどね、アメリカ館は2時間半並んだかな、ソ連館が3時間。アメリカ館ってのは月の石があったところですか。月の石がありました。でアポロの、はい、アポロにソユーズじゃねえなアポロはアメリカでソユーズは、はいはい、サターン型ロケットですか。なんかあったんですよ。ジェミニだ、ジェミニ、はい、ジェミニのカプセルとかですね、それからソ連館はソ連館で、そうまさしくガガーリンじゃないけれども、ソユーズの模型とか本物とかですね、はい、今から考えたら何見たっていうか、月の石と宇宙飛行士の模型みたいなのと宇宙服みたいなの以外はほとんど記憶にないんですけどね。やっぱりそういう、あと人の記憶みたいなことと人の記憶。いやでもね、やっぱ日本の企業のパビリオンが元気があって面白かったんです。はい、今もうその後の万博、筑波も行ったし、沖縄行ってないから、筑波も行ったし、なんとか博もいろんな、もう愛知博も全部行ったんだけど、全部2番線次3番線次。それは万博で出たものがもう最先端で、はい、規模も一番でかかった、うん、三菱未来館だのね、はい、ガスパビリオンだの、もうなんか全天全周映画って言って365度周りが全部映像になってるやつとか、それからタバコの専売公社のやつはスクリーンがですね、はい、煙かなんかに何か映るとかね。はあ、プロジェクションマッピングみたいな。そう、それでそうなんです。で例の太陽の塔は下からこうだーっと太陽の生命の木っていうね、はい、岡本太郎の作った、はい、いろんなこのオブジェがぶる下がった木があるわけですよ。そこにエスカレーターが設置されてて、そのエスカレーターでだーっと進化の系統をたどりながら上上がってって大屋根広場のところに出てくるんですけどね。
まあ面白かったよ。へえ。俺はもうあのテーマパーク好きの原点はここにあるんじゃないかっていう。あ、そうですか。だけどあの大阪万博 に匹敵するものは、一度も人生で経験したことがない。へえ。すごい。そんなにすごかった。すごい。へえ。羨ましいな。それが全部タダだもん。まあ、ただっていうか入場料金は万博全体の入場料金はいるんだけど、入っちまったその企業間の一つ一つが、企業間の一つ一つが、それこそその辺の遊園地では見たことのないような巨大な施設がずーっと並んでって、全部ただだもんね。当時ですでになんか携帯電話の原型みたいなのがあったりとか、あったあった、ね、何して全身洗濯機みたいなのがあったりとか、あったあった、だから当時出たもののほとんどは実現してんじゃないのかな。ほー、いや、これは面白かったね。辛坊少年ね、カルチャーショックですね。総入場者数64218770人のうちが一人が辛坊さんだったという。一人じゃないと思いますよ。だから、2週間いたから。2週間いたから、そのうちの10人ぐらいは私だと思いますよ。で、国際共同館っていうのがあって、やっぱりアフリカの小さな国で独自にパビリオンが出せないところは、国際共同館っていうのを作って、そこに、あの、ブースみたいのを作って、それこそコーヒー豆しか展示してないようなものもあるんだけど、鮮明に覚えてるのはウガンダ館っていうの。ウガンダ館。で、こういうところは客がいないんだよね。誰も、もうね、2時間、3時間並ぶの、まあ、疲れてヘトヘトになると、しょうがない国際共同館のウガンダ館みたいなところ行って涼んでたね、はい、誰も客がいねえなって、世の中にはウガンダっていう国があるんだと思って、これなぜかウガンダ館だけ鮮明に覚えてんだね。ウガンダ館何があったんですか。展示まだ覚えてない。コーヒー豆じゃないんだけど、なんか民族楽器みたいのが あったかなみたいな、何があったか覚えてないんだけど、そういう国があるんだと思いながら涼んでたとかね。それからスイス館っていうのが、はい、中に何があったか覚えてないんだけど、スイス館っていうのがね、外見がすごい綺麗なのよ。で、あの電飾になって割とカクカクした幾何学の巨大なあの木みたいな、でブロックを積み重ねた木みたいな大きいのに電飾がついてて、これが下が湖みたいになってるところにその電飾が映り込むの。それぞれの国がそれぞれのもう最先端の技術と持てる力をこの大阪の地に全勢力注ぎ込んだっていう、とてつもないイベントだよね、あれは。へえ。その後筑波博行った時に、はい、しょぼしょぼ、あの名古屋の愛知九博行った時に、しょぼしょぼ。あ、そうですか。そのだなこれはと思った。そんなこと言わない。でもいろんな初物があったということで、うん、他にもこれ覚えてます。動く歩道。普通にあった、ムービングウォークね。ムービングウォーク、うん、今も普通あの空港にあるじゃないですか、はい、あれが初めてあった、初めて、道路が動いてるよ。あ、やっぱそういうことになる。なるなる。ケンタッキーフライドチキンが出て、ファーストフードの初めてもここだったということで。それはあんま覚えてないな。ブルガリアヨーグルト、うん、モノレール、うん、ああモノレール、ね、はい、うん、電気自動車、あとは缶入りコーヒー飲料、缶コーヒーも初めてはここだったそうです。それよりもね、あの鮮明に覚えてるのがですね、あそこエキスプランドっていうのがあったですよ、はい、あれは事故を起こして亡くなりましたけれども、うん、その時にエキスプランドっていうのは、はい、その万博の一角にその時にできた遊園地で、これはやっぱりあの、乗り物乗るのにはお金がいったんだけど、その時に5本ジェットコースターができたのね。5本ジェットコースターが、でそのうちの2本の長いやつだけ最後まで動かしてたんだけど、その5本のジェットコースターを短いの高速回転型だのを、はい、曲線の多いやつだの、なんかそういうので5種類ジェットコースター、なんか嫌な顔しますね。松山さん、5個もジェットコースターそれ乗れないで、好きですか。ジェットコースター嫌ですか。ちょっと苦手ですか。これが面白くて本当に万博はすごいよ。すごい、もう一遍やろう万博。どっかでやりたいですね。あ、でもオリンピックがこれ、そうですよ、その前に。ああ、じゃあ、オリンピック東京でやって、大阪万博もう一遍やろう。おお、世界の技術の粋を大阪に集めよう。うん。大阪お越しのために。どこでやる？よし、じゃあそのために俺は大阪府知事になって。本当？大阪都構想が実現したら、大阪都知事になって、大阪万博を公約にして戦うぞー。ちょっと、統一地方選近いですからね。放送出らんなくなっちゃうでしょ。いやいや、言動には責任を持ってお願いします。ないし、ないか、大丈夫。まだ大丈夫。ということで今日は1970年3月15日、日本万国博覧会開幕というニュースにズームしました。そこまでなんか。さあ、この時
間ラジオの前のあなたからいただいた質問のメール紹介していきましょう、はい。こちらラジオネームプルップーさん、香取市の方、辛坊さん、増山さん、井田さん、こんにちは。はい、こんにちは。毎週楽しく聞いております。どうも。発酵一湯、うん、全くわからないんで辛坊さん解説お願いします。発酵一湯わかりませんか。発酵一湯、発酵一湯は国会で出てきた瞬間に私は椅子から崩れ落ちそうになりました。崩れ落ちそうになりましたか。崩れ落ちそうになりました。三原淳子参議院議員の参議院本会議での、三原淳子さんって年いくつ、年いくつ、三原さん、三原さん年いくつか。いや、それ大切なのはね、確かに若い人の中にイメージがないのはしょうがないかなという気も正直しなくもないんですが、我々の世代からすると発酵一湯っていうのは、はい、もう少なくとも政治家が国会で口にするなんてことは基本的にありえないですね。50歳で発酵一湯のニュアンスがわからないということでいうと、三原淳子さんもうちょっと勉強しておいた方がよかったんじゃないのかなっていう感じが正直しますね。つうのがですね、今度3月27日に昭和天皇実録発売なんじゃないですか。ああ、そうですね。ね、はい、昭和天皇実録の中にも出てくるんですが、実は昭和天皇がですね、あまり軍部が無茶なことを中国、それから南方で始めたときに、もうちょっと発酵一湯の精神で、やりなさいっていうようなことを昭和天皇が言ってるんです。で、その時の発酵一湯というのは、決してネガティブな、はい、使い方ではなくて、昭和天皇としてはもうちょっと気持ちというのが大切でしょっていうことを昭和天皇のが言いたくて、あまりそんな無茶すんなという意味でこの発酵一湯ということを使ったっていうのが、実は今度の昭和天皇の実録を読んでると、ええ、戦中の話で出てくるわけですよ。だけど、でもそれはネガティブな意味はないんだけど、はい、一般に戦後発酵一湯という言葉は軍部が暴走していくときに、いや、日本は神の国だから、神の国日本は世界を、東南アジア全域、アジア全域を治める、権利があるっていうか、そういう役目を持った国なんだっていうことのために使われたスローガンだから、はい、それもど真ん中のスローガンだから、発酵一湯って聞いた瞬間にそれはイコール侵略のシンボルっていうのが統合でくくられるぐらいの言葉で、それをなんかしないけど、国際グローバル企業の税制がどうのこうので、突然発酵一湯が出てきて、まず意味が文脈としてつながらない上に、発酵一湯という言葉の由来と語感を知ってれば、決して口にしてはいけないっていう、実は話なんだけど、そういう三原淳子さん言っちゃうっていうのは、それはまあ40よりも下の人で日本史あんまり取らない。最近ほら、俺らの頃ってさっきの話じゃないけど、日本史世界史必修だからね、最低限そのぐらいの知識はあるわけだよ、社会に出てく段階で。でも今もうそういうのがなくなってきて、高校が一時期日本史で必修じゃなくなった時期があって、で、はい、となると中学校ぐらいの歴史教育だと出てこないかもしれない。俺らの時は出てきたかもしれないけどね。だから知らずに社会に出て何か調べてたら、あ、こういういい言葉がある。もともと悪い言葉じゃないからね。まあそうですね、全世界を一つの家となすという、もともと悪い言葉じゃないので、こういう説明を受けて、あ、いい言葉があるからって、でもそれはダメでしょ、でもそれはダメでしょ、まあ、政治家が公の場で発言として使う言葉ではない。完全にアウトですね。うん、ええ、やっぱ勉強してないっていうのがこういう時出ちゃうんだなっていう、正直一言で言うとそういう感覚ですね。うん、それからもう一個こちらです。足立区47歳風車のヤシスさん、NHK のモミー会長が初めからプライベートゴルフのハイヤー代金払う気があるんなら、あらかじめハイヤー会社に電話を入れて、当日モミー宛ての請求書をドライバーに持たせてくれで済む話じゃないでしょうか。追及する民主党の先生方もハイヤーに乗り慣れていて、庶民の常識的な質問すらできないのにがっかりですと。いろんな見方があると思いますけれども、まず間違いなく払うつもりはなかったでしょうね。4万なんぼでしょ、4万なんぼタクシー乗れないだろ、ゴルフ行くのに自腹切って。だったら自分で運転してるわな。よほどの金持ちでもやらないんじゃないかな。だからどうだろう、もう鼻から払うつもりなくて、言われたからまあしょうがないから払いますって話なんだけど、話なんだけど、話なんだけど、それで国会で延々っていうか、質問して、なおかつ NHK の予算を盾に取るような話かと。お前らの人件費、国会議員の人件費の方がよっぽど無駄だろこれと。俺やり取り聞いてて、民主党はここまでダメになったかと。つくづく思ったね。それはもみさんは鼻から払う気ないよ、これは。
花からから歩きないんだけど、なんか要するに民主党の中、NHK の中で、もみさんと敵対するどちらかというと思想の合わない人が、民主党にチクって、これで追及しなさいよ、これでもみにやめさせてくださいよって持ってったなんだけれども、これで延々予算を盾に取ってみたいな話になるときに、もっと大切なことがあるでしょ、あなたたち。それだったら今週、文春に出たね、はい、例のクローズアップ現代のやらせなんかの方がはるかにネタとしてでかいの。俺前から気になってんだけど、NHK の最近の番組作りってひどくて、はい、この手のまともなドキュメントで平気で20、30に音声を変えてモザイクかけるわけですよ。あれやったらどんな嘘でもつけるからね。あとで誰も検証しようがないんで、欧米でも全くないかと言われれば、一部によほど政治的な、まあ、それこそディープスロートじゃないけれども、ウォーターゲート事件の時のああいうケースで言うと、はい、匿名のケースはないでもないけれども、それはだけど社内で、実は叱るべき人間はちゃんと知っていて、後にこれはどこの誰なんだということを情報開示を求められた時に開示はしなくてれども、う間違いなくその人物はいるんだということを社内 の一部ではちゃんと共有できる体制が整ってないと、どんな嘘でもつけるから、はい、でこの手の事件たまに欧米のやつでもデタラメ の証言みたいなやつを作るだけど、それは大事になるんだけど、うん、はい、NHK の最近ドキュメントでもクローズアップ現代でもひどいのは、平気でこれを多用するわけですよ。そうするとこんな事件は日常茶飯事で起こりうる。で今回文春も問題なのは、文春も匿名だからどっちもどっちだろうっていうところがあるんだ。これ文春が実名で出てきてたら完璧だったんだけどね。追及すべきのはこれだろう、こっちだ、4万円で予算取れんなお前おっしゃる通り。今日もたくさんのメール、皆さんどうもありがとうございました。辛坊治郎ズームズームズーム、そこまで言うか。日本放送辛坊治郎ズーム、そこまで言うか。辛坊治郎と増山さやかと飯田浩司がお送りしてまいりました、電車に関する情報が入ってきました、はいはい、都電荒川線ですが、先ほど2時25分ごろ町屋停留所付近で架線に飛来物があるため、三ノ輪橋と荒川車庫前の間で現在運転を見合わせております。復旧の見通し立っていないということです。懐かしいな、チンチン電車、ね、はい、東京で唯一ですか。そうですね、はい、なかなか風情があって情緒があっていいですよね、雑司ヶ谷とかね、はいはいはい、私用もないのに全線乗りましたよ、ね、学生の時に、ほら早稲田の近所通ってるじゃないですか。そうですね、早稲田の裏のところから出発した、ね、そうなんですよ、それが止まってんだ。はい、今三ノ輪橋と荒川車庫前の間で運転見合わせということですね。ご利用の方ご注意ください。今運転再開の一報が入ってきました。運転再開したと、まあ、ダイヤ乱れてますんでご利用の方お気をつけいただければと思います。はい、辛坊治郎ズームそこまで言うか、来週なんですがゲストに将棋棋士の橋本孝則さんお迎えします。この方は結構話題なんですよね今ね、はい、先日二歩で痛恨の反則負けを喫したことで大きな話題になりましたが、見た目も入れたてもちょっと金髪にしたりとか、なんかこの写真見てるとヤンキーみたいな、ヤンキーみたいな格好をして、本当ですね、言動もなかなか面白い個性的な方だということで。でも二分って負けたらいけないんじゃないですかそうそうそう、あ、しまったっていう感じ、痛恨 の、まあ、負けだったそうです。大反省それあ、じゃあ聞いてみましょう。はいはい、はい、ではそろそろお時間です。んお聞きの日本放送の中さんから5年目のそこまで言うかちょっと待って、そうなのそうです、何なんだよ皆さん素敵な週末をさよなら。4名ですね、はい、入ってるチームもあれば、その栃木なんかは田臥勇太選手とかがいるところ、あ、例のあのアメリカで活躍してた、はい、そうです。あ、今日本に来てるんだ。今日本でやってるんですけど完全プロチームとしてやってるんで、完全プロチーム、はい、で一応そのなんか最近なんですけどミックスにはなってきているっていう。わかりました。じゃあそのバスケットボールの実業団で一番稼ぐ人って年間いくらぐらいなんですか。日本人ですか。はいはい、日本人です。聞いた話ですよ。聞いた話ね。いろんなものを含めて私は4000万ぐらいって聞いたことがあります。微妙だなそれでも夢が私たち微妙だな、聞いた話では夢がある方なんです。一番上 で、はい、じゃあ普通にやってる普通の選手、その NBL の企業チームの方の平均だと1000万ちょっとかな。ああ、じゃあでもその会社の普通のその年の社員よりは給料は多いねきっと。そうですね、うん、
わかりました。それがあの NBL って実業団のチームの方の現実。そうです。じゃあ、あのプロチームの、あのキャスターやってる方の、キャスターやってるとどういうことですか？BS 富士で番組があって、はあ、でその番組のキャスターとして、まあ、いろんな地域に BS 富士でキャスターやってるからそのこれで今日は来てくれてるんだ。そうなんですか。違いますよね。違う。ぜひズームに来ていただきたいということで一生懸命交渉して。あ、そうですか。わかりました。BS 富士でいつ見る やってるんですか。4月は4月13日の深夜。月1の番組なんですけど。4月13日の深夜何時にテレビつけると出てらっしゃるんですか。深夜0時から0時55分。プロバスケ BJ リーグ TV という。プロバスケ BJ リーグ TV という BS だからタダで見られますよね。タダで見られます。そこをつけると、はい、あの、超美人の中山さんが映ってる。ありがとうございます。見られます。皆さん、本当に可愛いっすよ。いや、いいです。本当に可愛いっすよ。あんま可愛いで褒められたことない。本当に可愛いし、運動能力も。ね、とって全米一みたいなんでしょ。そうですよ。すっごいっすよね。でもね、これ追い詰めようと思ってもね、スルッと逃げられちゃって、ね、そうですね。さらっと感謝ですよ。それであの、じゃあプロの方の選手 あの実態をいきたいと思いますけど、はい、何チームあるんですか。今22チームプラスだと1個下のレーが 2チームあるんで24なんです。そんなにたくさんあるんですか、はい。一番強いところは今 BJ で沖縄が強いですかね。ですか。京都とか、あと秋田の座京都秋田、はい、浜松。この間なんか和歌山でチーム一つ潰れてませんか。潰れかけていろんな人のこう護人力があってなんとか今シーズンは持つっていう。持ったんだ、はい。1月に急遽発表されたんですけど5月でなんか関西方面で新聞見てたら、そのプロのチームが潰れかけててお金がなくてどうのこうのって話がずっと出てたことがあったんですけど、大変だね。そういう現状。じゃあそっちのプロのチームの一番稼ぐ人っていくらぐらいですか。その BJ リーグの方は日本人選手では、うん、トップが1000万ちょっと、うん、でもそれをもらってるチームは本当数人だと思います。じゃあそのプロのチームでちゃんとレギュラーで出てて今度のあのテレビでもちゃんと試合に出てきてテレビに映るような人で追い詰められてるな。言いづらいな。ブースターさんからさ、いろいろ言われないかな。もうここまで来ちゃったんだからしょうがないのよ。でも正直な話、多分そのスタートとかスター選手が600万から800万ぐらいが平均だと思います。1000万もらえる選手はもうほんとごく一部で、うん、あ、本当。そのスタートの平均で言うと500万ぐらいじゃないかなっていうのは。だったらやっぱり1リーグにしてもっと盛り上げてお客さん増えれば、ね、ギャラも一気に上がるよね。なんで5000人でやろうっていう。イケメン爽やか男前長身動きは早いし。注目の選手っていうのは、日本のリーグでね、はい、今あの沖縄にはですね岸本選手っていう選手がいるんですけれども、うんうん、まあその昨年優勝沖縄がしたんですけど、そこのポイントガードで、でその彼なんかはポイントガードわかるか。何ですか、辛坊さんわかるんですか。後で詳しく後で詳しくいきます。後で詳しくポイントガード誰がいい。後で誰が詳しく喋るんだよ。それ山根君、そのさ、いい加減なことをあのオンエアに聞こえないところでさ我々に指示するのやめてくれるぞ。でもスリーポイントラインって分かりますか。分からない。あのダメだ。あのとにかくゴールから遠いところから決めるシュートを ついにあ、ダメだなコメントでしまいダメ出しされてしまいました。もうぜひ見ていただきたいな。そうですね、見ると違いますね。いや、もう実際見ていただきたいです、うんうん。じゃあ川淵チェアマンの方向性は間違ってないんだ。もうはい、私はすごいいい方向性じゃないかな。1リーグにしてね、ホームチーム、ホームアリーナみんな持って5000人のお客さんが毎回必ず行くぐらいの話になってきたら盛り上がるよね、うん、バスケットもね。盛り上がると思います。そうしよう、そうしよう、そうなることを祈って、う、うん、はい、だって中山さんがそこにプラスされるんだからそれは行かざるを得ないでしょ。そうですよ、辛坊さんも尽力してください。俺が行っちゃうよ。これからはバスケだ。お願いします。お時間がかなり過ぎてしまいました。もっと聞きたいことたくさんあったんですけどね。ありがとうございました。すいません、今日のゲストはタレントの中山明日美さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ズームそこまで言うか。ズームズーム Listen Listen and rediscover the news. すでに警備部隊は建物の中に入っている。 As the fire 1人以上嵐手を挙げて手を挙げてください。ここに東京ディズニーランドの開園を宣します。中
中にはほとんど警察官の応答にもですね返事ができないと。拉致問題については安否を確認することができました。124日本放送ニュースタイムマシーン。日本放送から私辛坊治郎と増山さやかがお送りしています。ここからはニュースタイムマシーンです。再び井田アナウンサーです。はい、よろしくお願いします。ご苦労さんです。なんかちょっと冷たい感じしますけど、もう余力ないでしょう。ちょっと、ね、今ね、さっきのところで、ね、早かったね、本当にね、ありがとうございました。まだいらっしゃるんですか。はい、すみません、あの名刺にあのメールアドを書いてありますから、あの大阪来たら連絡ください、ね、番組を使って口説くのやめなさいよ本当に、はい、ではニュースタイムマシンではこの1週間の過去のニュースに注目してまいります。今週注目したのは日本中が沸いたこちら。1970年3月15日、日本万博博覧会開幕。世界各国の協力を得て、人類の進歩と調和をテーマとする日本万国博覧会が開催されることは、誠に喜びに堪えません。ここに開会を祝い、その成功を祈ります。人の多いのでね驚きました。でもねアメリカ館はね1時間と10分で入れて嬉しかったです。これも入れないつもりで来たの。はい、もうアポロや何か見て本当に嬉しかったです。はい、私らなんで来たんですけど自家用車で来たんですけどね入れないんですさ。でぐるぐる回って民間のねところへ止めてようやくこう来たようなことなんですよね、うん、こんにちは。日本万国博覧会通称大阪万博であります、お聞きいただきましたのは、当時の昭和天皇の挨拶そして剣道さんの声と飯田君の声としてのナレーションのトーンっていうのが万博にぴったりだね。ぴったりですよね。なんか本当に俺万博のオープニングの実況中継をラジオで聞いているような気がしてきちゃった今。1970年の喋りが古色騒然としてるね。古色騒然とない言い過ぎですよ。なんだって、飯田君も鮮明に覚えてると思いますけどね。いやほんちょっと待って僕ね生まれる11年前ですからね。そうこの1970年の万博っていうのは千里ヶ丘のね丘陵地帯を造成して、後に千里ニュータウンができるという万博記念公園に今なっておりますけれどもね。まあ実はですね、はい、後に、まあ、千里ニュータウンができるって正しいんですけど、本当はですねもう万博ができた時に万博のコンパニオン用に建物はいっぱい建っててですね、で私実は1980年代の後半に住んでた千里の、はい、団地は、万博の時の外国人宿舎だったんですよ。あ、そうなんだ。で千里の時の外国人宿舎だから部屋の作りがちょっと変わってて、当時は珍しい公団の団地なんだけどシャワーがついててですね、当時ね最初の頃公団の団地にシャワーなかったんだけど、シャワーがちゃんとあってっていうところがあって、それが万博が終わった後公団の団地になって、で私が80年代に、住んでたところはまさしく万博の時のコンパニオンの外国人コンパニオンの宿舎だったところが、うん、だからそういうプロセスでこう造成されていったんですわ。もともと先を見て私は2週間中学校2年でしたけどね、埼玉県に住んでましたけど、たまたまもともと親が関西人で親戚関西に多かったっていうこともあってですね、ホテル代がタダだったんですよ。でそれも千里に親戚があったんで、あら千里の親戚に泊まって2週間、私中学生だったんでもう一人で通い詰めました。2週間、2週間通い詰めました。いいですね。夏休みかなんかですか。じゃあ夏休みに、へえ、ものすごく混んでたけどね、アメリカ館は2時間半並んだかな、ソ連館が3時間。アメリカ館ってのは月の石があったところですか。月の石がありました。でアポロの、はい、アポロにソユーズじゃねえなアポロはアメリカでソユーズは、はいはい、サターン型ロケットですか。なんかあったんですよ。ジェミニだ、ジェミニ、はい、ジェミニのカプセルとかですね、それからソ連館はソ連館で、そうまさしくガガーリンじゃないけれども、ソユーズの模型とか本物とかですね、はい、今から考えたら何見たっていうか、月の石と宇宙飛行士の模型みたいなのと宇宙服みたいなの以外はほとんど記憶にないんですけどね。やっぱりそういう、あと人の記憶みたいなことと人の記憶。いやでもね、やっぱ日本の企業のパビリオンが元気があって面白かったんです。
はい、あの今もうその後の万博筑波も行ったし沖縄行ってないから筑波も行ったしなんとか博もいろんな愛知博も全部行ったんだけど全部2番線時3番線時それは万博で出たものがもう最先端で、はい、規模も一番でかかった、うん、三菱未来館だのね、はい、あのガスパビリオンだのもうなんか全天全集映画って言って365度周りが全部あの映像になってるやつとか、それからタバコの専売公社のやつはスクリーンがですね、はい、煙かなんかに何か映るとかねはあプロジェクションマッピングみたいな、それでそうなんですであの例の太陽の塔は下からこうだーっと太陽の生命の木っていうね岡本太郎の作った、はいいろんなこのオブジェがぶる下がった木があるわけですそこにエスカレーターが設置されてて、はい、そのエスカレーターでだーっと進化の系統をたどりながら上上がってって大屋根広場のところに出てくるんですけどねまあ面白かったよへー俺はもうあのテーマパーク好きの原点はここにあるんじゃないかっていう、そうですかだけどあの大阪万博 に匹敵するものは、一度も人生で経験したことがないへーすごいそんなにすごかったすごいへー羨ましいそれが全部タダだもんまあ、ただっていうか入場料金は万博全体の入場料金はいるんだけど入っちまったその企業間の一つ一つが企業間の一つ一つがそれこそその辺の遊園地では見たことのないような巨大な施設がずーっと並んでって全部ただだもんね当時ですでになんか携帯電話の原型みたいなのがあったりとかあったなんして全身洗濯機みたいなのがあったりとかあったあっただから当時出たもののほとんどは実現してんじゃないのかなほいやあれは面白かったね辛坊少年ねカルチャーショックですね、総入場者数6421万8770人のうちが一人が辛坊さんだったと一人じゃないと思いますよだからそ2週間いたから2週間いたからそのうちの10人ぐらいは私だと思いますよで国際共同館っていうのがあって、やっぱりアフリカの小さな国で独自にパビリオンが出せないところは国際共同館っていうのを作ってそこにあのブースみたいのを作ってそれこそコーヒー豆しか展示してないようなものもあるんだけど鮮明に覚えてるのはウガンダ館っていうのウガンダ館でこういうところは客がいないんだよあれはもうね2時間3時間並ぶのまあ疲れてヘトヘトになるとしょうがない国際共同館のウガンダ館みたいなところ行って涼んでたね、誰も客がいねえなって世の中にはウガンダっていう国があるんだと思って、これなぜかウガンダ館だけ鮮明に覚えてんだねウガンダ館何があったんですか展示まで覚えてないコーヒー豆じゃないんだけどなんか民族楽器みたいなのがあったかなみたいな何があったか覚えてないんだけどそういう国があるんだと思いながら涼んでたとかねそれからスイス館っていうのが、中に何があったか覚えてないんだけど、スイス館っていうのがね、外見がすごい綺麗なのよ。で、あの電飾になって割とカクカクした幾何学の巨大なあの木みたいな、でブロックを積み重ねた木みたいな大きいのに電飾がついてて、これが下が湖みたいになってるところにその電飾が映り込むの。それぞれの国がそれぞれのもう最先端の技術と持てる力をこの大阪の地に全勢力注ぎ込んだっていう、とてつもないイベントだよねあれは。へえ。その後筑波博行った時に、はい、しょぼっあの名古屋の愛知九博行った時に、しょぼしょぼっあそうですか、そのだなこれはと思った。そんなこと言わない。でもいろんな初物があったということで、他にもこれ覚えてます、動く歩道。普通にあった、ムービングウォークね。ムービングウォーク、今も普通あの空港にあるじゃないですか、はい、あれが初めてあった、初めて、道路が動いてるよあやっぱそういうことになるなるなる。ケンタッキーフライドチキンが出てファーストフードの初めてもここだったということで、それはあんま覚えてないな。ブルガリアヨーグルト、モノレール、ああモノレール、ね、はい、電気自動車、あとは缶入りコーヒー飲料、缶コーヒーも初めてはここだったそうです。それよりもね、あの鮮明に覚えてるのがですね、あそこエキスプランドっていうのがあったですよ、はい、あれは事故を起こして亡くなりました、事故んで、はい、それまた若い人が続々入ってるっていう、この現状は相当に恐ろしいことは間違いない。あの小菅の拘置所とかがもう聖地のようになって巡礼に行くなんていう報道もありますからね。うーん、まあ、これを今の法律、団体規制法でどこまで抑えることができるのか。いや、これやっぱね、宗教心中やつはそれじゃ無理だね。潰せば潰すほどっていうか、はい、じゃあ解散命令出して解散させたところで水面下に潜るよね。
で仮に麻原あ松本死刑囚を執行したとしても、そうすると今度は殉教者になってしまって脅威が深まってしまうんじゃないかというような指摘もあり、じゃあどうすればいいのかっていうこの難しさ、今のところどうしようもないってところですね。産経新聞の取材に対して40は父は詐病だと、詐病、明言してますね。嘘をつく病気である、うん、そうそう、まあ、結局そうなんですよね。いろいろなことをやってきたにもかかわらず、最終的な指揮命令系統の不明瞭さと、その真ん中にいた村井秀夫という人の視察されているということ、周りを固めても分からないところが真ん中にぽっかり空いているっていう。まあ上位の話を信じるんだったら、あのキーマンの村井を麻原が殺させたというのは違うし、まあ、当然そこでまあこれこそ陰謀論だとかいろんな俗説で外国の機関が関わってるとかって、それは全くないと、私もそれはないと思うな。だけど村井が殺されたことに関して麻原が何の責任もないっていうか背景がないかというと、あの麻原の下に村井が直結してて、そこから実行犯に向かってるということでいうと、ここの一人だけ潰せば間の線が切れるわけだから、そういう意味でいうと村井は消されたなって思うね。まあ、20年経って、全く救済進んでない、解明も進んでない、これからだなっていう感じが改めてしましたね。今週の注目ニュースを辛坊さんが解説するツーム。もう一コーナー行かないの？もう一コーナー。時間がね、なくなっちゃう。時間がなくなっちゃったの？ですよ。2時台後半に。2時台後半。あ、まあいいや。じゃあ2時台後半。はい。このコーナー、ポッドキャストでも配信しています。いや、俺絶対今日言いたことあったんだよ。なんだっけ、例の発行一憂とさ、NHK だよ。NHK のやらせだよ。NHK のやらせと NHK のあの、もみさんの追求だよ。まあ、いろいろ言いたいことあるんだけどさ。2時台後半2時台後半まで待って、順番通りに、はい、行きましょう。でも2時台後半別のネタがこの後はお知らせを挟んで週刊ズームワードに参ります。ヤフー検索の急上昇ワード100位の中から番組が注目したニュースの言葉にズームします。辛坊治郎ズーム、そこまで言うか、ズーム、そこまで言うか、週刊ズームワード。有楽町日本放送からお届けしています辛坊治郎ズーム、そこまで言うか。ここからの時間は週刊ズームワードです。検索サイトヤフー検索でこの1週間のうち検索が急上昇したワード100位の中から番組が注目したニュースな用語にズームしていきます。では上位3位から1位をご紹介します。まず第3位は、はい、佐藤アリサ。続いて第2位は前園康則。そして第1位は浅井信夫。浅井信夫さんは存じ上げております。お亡くなり、亡くなられたんですね。国際政治学者ですか。はい、はい、おいくつですか。79歳で前立腺癌ですか。まあ、今男性で79っていうと昔なら大往生って言いましたけど、まだまだね、今はまだ若いっていう、はい、感じがしますね。残念ですね。前園康則さんは知ってますが、佐藤有沙さんは分かりません。サッカー日本代表の長谷部選手と結婚するんじゃないかということでね、ワードが急上昇したんですよ。あ、そうなの。そうなんですよ。あ、そういえば手元に写真があるぞ。かわいいですよ。あら、なんとなくあのふっくらしたミトちゃんっぽいね。あ、ミトちゃんのなんかスッとさせてモデルにしたっていう感じで。あ、なるほど。ですかね。プロポーションはじゃあミトちゃんにシュッとしてんだよね。モデルさんですからね、きっと背高くてスリムなんじゃないですか、ね、今の一連の会話ミトちゃん聞いたら気悪いと思うよ。ミトさん、あ、彼女は気悪いよな。いや、私はシュッとしてないのかみたいな、プロポーションが悪いのかみたいな。そんなことない、可愛らしいアナウンサー、ね、本当にひどいこと言うわ、ま、松山さんは。そんなことないですよ、悪意はないですよ。はい、雑誌の対談でお二人は知り合って、ただ結婚に関してはまだね、あの将来については何ら決まってませんと。前園康則っていうのは、あの福井大学の特命准教授で今容疑者として菅原美和さんを殺害した。よくわかんないんだよね。わかんない話が多いです。ちょっと謎が多いですよね、この件ね。はい。そして今週検索が急上昇したワード、黙っちゃった、急上昇したワード100位の中で番組が注目したのはこちらです。第43位、一生行くことはなさそうな都道府県。
なんかちょっと誰が調べたの、失礼な調査を、誰が調べたんですか、ね、フレッシャーズマイナビスチューデントで社会人の男女500人を対象に行われたということなんですが、結果が、うん、第3位が31人 6.2% の方が沖縄県、意外だ ね、 意外ですよね、なんで沖縄いいぞ、観光に行ってください、うん、え、そうなんだ、そうなんです、要するに交通費が高いから行けないってことかな、まあ 遠い、うん、遠いかな、沖縄県、それは意外だな、2位が青森県、うん、青森ですか、はい、青森確かに、うん、いいね、私は何回も行きましたけどね、うん、結構あの大阪からだと飛行機飛んでますし行きやすいですし、うんうん、あの必ず行くとですね、いちご煮っていうの買ってくるわけですよ、いちご煮知りませんか、いちご煮ってなんだっけ、いちご煮っていうのは向こうであの普通に旅館に泊まっても晩飯に出てきますし、はい、あの缶詰になってるいちご煮っていうのが、うんうんうん、缶詰で沖縄の物産商店みたいなところに、いちご煮ですか、いちご煮はウニですよ、ウニ、あ、ウニのなんかほれおつゆですよ、いちごに、はい、あの青森のいちごにうまいですよこれ、うん、はい、あとリンゴかな、リンゴ、ね、美味しい、青森のリンゴ、そうですか、青森行きませんか、でも岩手盛岡、岩手とか秋田に比べれば青森の方が行きやすいけどね、あ、そうですか、うんうん、まあいいでしょう、はい、で1位が佐賀県、佐賀県そうですね、チャンスがないと、私もこの中で佐賀県だけ行ったことないですね、佐賀県は花輪さん、そうです、花輪さんの歌以外に思いつくものがないっていうこと、ね、いや吉野ヶ里、あれ、はい、吉野ヶ里佐賀県じゃなかったっけ、佐賀県でしたっけ、吉野ヶ里佐賀県、あとはね伊万里、うん、伊万里焼の伊万里、見どころは結構あるんですよね、あとは佐賀空港っていうのがあってですね、はいはい、この佐賀空港はもうどうしようもないから、結構ね、あ、温泉があるよ佐賀には、いい温泉が、嬉野温泉、嬉野温泉佐賀県だよね、うんうんうん、そんなとこで首振ってられて飯田君入ってきたら飯田君は何でも知ってますね、なんか電車つながりで知ってるんだよ、あ、嬉野温泉ね、あの温泉湯豆腐っていうのがあってですね、うん、そう、温泉のお湯で温泉湯豆腐はいいんだよ別に、そうお湯ねあるじゃないですか、いや佐賀空港が観光鳥鳴いてた時に、はい、佐賀空港を拠点にして旅行すると、はい、すごいあの安 お得キャンペーンみたいなのやってて、はい、結構ね公園に行くんだ佐賀県、そうですか、私基本的に47都道府県全部行ってますけど、佐賀県は、あと佐賀県で有名なのは、あれだ、あの佐賀牛、はい、佐賀牛、それから国会議員で言うと、この間あの病院の中から立候補して当選した原口さん、民主党の原口さん、まあでオスプレイをここを ねあの空港があんまり観光鳥鳴いてるから、はい、オスプレイ導入するって言って、それが結構知事選かなんかの、うん、まあ、話題になりましたけど、基本的に地元はどうなんでしょう、前の古川さんという知事の方はね、受け古川さんが国会に転出して、そうです、で今どうなったんだっけ、日渡さん次の国会議員、ああそうだ、次の国会、次の知事選で、はい、あのガチンコの戦いになって自民党系が負けたんだ、JA というか、まあ、農協農政連が勝てた地元候補が勝ったという、そうそうそう、話題結構ありますよね、佐賀県ですよ、その時に俺あのテレビかなんかで、そう、あの佐賀県で要するに、はい、あの日本の農業改革をやっぱりダメだと、日本の農業改革なんかやらずに JA 頑張れみたいな人が知事になった時に、もう佐賀県なんかなくなってもいいんじゃないかと心の中で思っただけなんだけど、テレビで言ってないのは確かに、それをラジオだからって言わないでください、そうですよ、心の中じゃないですか、佐賀県の人に聞いてみました、佐賀県の観光戦略グループの池上さんという方は、まあ、こういったアンケートがある際に毎回名前が上がるんですって、やっぱりだから、あ、また入ったか、よくあることだって気にされてはいないんですけれども、 PR の方はかなり積極的に毎回やってらっしゃるということなんです。で昨日から、うん、吉野ヶ里と嬉野温泉だけでも行く価値はあるよな、うん、そうですよ、竹温泉っていうのもあるし、竹温泉もあるね、いいよ佐賀県、そうそうそう、いいだけどね、ここね民放がほとんどないんだよ、なんでこんなにイメージが薄いかっていうと、
ほとんどが福岡のサービスエリアだから、はい、この北九州エリアで佐賀の放送局ってほとんどないはずだよ、民放局が。あのフジテレビ系の確かね、佐賀テレビっていうのがあって、僕一緒に研修受けた覚えがありますね。あ、テレビのアナウンサーじゃあもしかしてそこしかないかもしれない、ね、かもしれない。他は多分ね、福岡は多分日テレ系列だと FBS で福岡放送のサービスエリアだから、佐賀独自の放送局はないと思うな。うん、確かにそうかもしれない、うん、もったいないですね、見どころいっぱいあるからね、でもまあちっちゃいからな。それが結論ですか。そんな、もうもはや身も蓋もないじゃないですか。今日ご紹介したランキングは、佐賀牛の一つも送ってくれればいいよ、もう買うけど。いやですね、その心で番組のホームページにも載せておきますので、ご覧になってください。以上、週刊ズームワードでした。辛坊治郎ズーム Listen and rediscover ズーム、そこまで言うか。時刻は午後2時を回りました。改めまして、こんにちは、辛坊治郎です。日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか、今日もメッセージたくさんありがとうございます。ありがとうございます。伊豆の国市にお住まい、ラジオネームコシモさん。辛坊さん、はい、今日は増山さんがバスケの人数知らなかったり、素材がなかったり、段取り乱れてますね。春だからのんびりしてませんか。すいません、辛坊さんのグタグタが周りのスタッフに映ってませんか。そんなことないです。今日はみんな山根くんが悪いんです。はい。ディレクターの、はいはい。ね、花粉症大変でしょうけど、今日だいたいプロデューサー来てないし。あ、今日はね、一身上の都合でちょっとね、欠席ね。一身上の都合、一身上の都合で欠席。そうですよ、そういうこともあるんですよ、人には。ということは何、うん、今ここでいる中で、はい、日本放送で一番偉い人は増山さん。いやいや、あなたです。偉くないですけど、私ちょっと年が、あなたです、重ねてる。間違いなくあなたです。いやいや、どう見て、今日は総責任者増山さんでお届けしております。何やっても増山さんの責任です。それ、あの、見た目は飯田さんって感じですけど。まさとさん、はい、静岡県31歳の方。今週沖縄に第二の USJ が建設されるという発表があったんですが、ね、第二の USJ っていうか、はい、要するに USJ のグレン・ガンペルっていう大阪のですね、一番偉いおっさんがですね、この偉いおっさんが面白いんですよ。このガンペルさんっていう人がね、ちょっと声がかすれてましてね、やたら演説が長いんですね。なんか見た目も普通の感じのおじさんっていう感じ。そうそう、普通のおじさんなんだけど、これ式典でこのガンペルが話し始めると、みんな USJ の人が下向いて早く終われよおいっていうところがね、みんな結構ファンが多いのよ。面白いこと言うから。うん。で、あの、橋本徹のところに行って、あの表敬訪問だと橋本徹が思ってたら、いきなりなんかカジノ話で俺らにやらせろみたいな話を。で、橋本徹って陳情一切受けない。もう知事になって以降、政治家になって以降、とにかく個別の陳情は一切断るっていうところが、まあ、表敬訪問だっていう約束だったのに、いきなり来て陳情を始めたんで、それから橋本徹が怒り狂って、あのガンペルだから許さねえ、このガンペルって、あの USJ のトップのガンペルの悪口を言わすと、橋本徹が今日本で一番面白いという。あらら、そうなんですか。そのガンペルがですね、はい、そのガンペルって呼び捨てにすんな よ、 そうですよ本当に。そのガンペルがこの間記者会見をして、はい、かすれた声でですね、いや、とにかく、まあ、大阪の USJ って儲かってるんですよ。ものすごい客入ってんの、すごい勢いで。普通ね、あのテーマパークって1月2月3月って割と閑散期なんですよ、何やったって。ところが今年はですね、クールジャパンっていうの始めて、例の進撃の巨人のね、実物大っていうか巨大オブジェに、それからエヴァンゲリオンの 3D かなんか駆使したやつとか、そういうのを、モンスターハンターとかなんかいろんなことやってるもんだから、この2月3月もすごい客入ってて、おそらくですね、この3月年度が終わった時に年間入場者数とてつもないことになるんじゃないかっていうぐらい入ってるんですよ。広報の方みたいですね、辛坊さん。まあね、まあ、半分広報なんですけどね。、はい、それで、いや、ディズニーランドも好きですよ。ディズニーランドも、私ディズニーランドもね、あの大好きで、テーマパーク、そうなんです。いつもね、あの、羽田降りるでしょ、はい、羽田降りると、あの、私は基本的に山根くんが、あの、日本放送のラジオカーで迎えに来てて、拉致されて、ここへ連れてこられるんだけど、はい、その拉致される場所の目の前に、東京ディズニーランド行きのバスが止まってるんですよ。で、もう先に、あの、山根くんと落ち合えなかったら、これに乗ってそのままディズニーランド行ったろかと思うぐらいな。で、何の話をしてるかというと、あ、その USJ 儲かってるもんですからね、今勢いがありますから、じゃあ沖縄に行って、で、沖縄ほらカジノ構想から外れちゃったじゃない、はい、第一次カジノ構想から、うんうん、第一次カジノ構想は横浜と大阪になりましたから。で、沖縄で今、あの、名護市っていう普天間の移設先、この名護って
東西にすごい広いのよね、はい、で東海岸の方に例 の, あのヘリポートっていうか V 字滑走路を作ろうって話なんだけど、西側って例の美ら海水族館に向かう道筋なのよ、うん、ここにねカンコドリが鳴いてる植物園があって、うん、このカンコドリが鳴いてる植物園が結構な面積があるんで、うん、ここにテーマパークこさようじゃないかって、これ Within the city, 絶え間なく息づく街の中にニュースが生まれる。ニュースティミュレーション、あなたを刺激する土曜の午後。 Listen and rediscover 日本放送辛坊治郎 Zoom そこまで言うか。3月21日土曜日、時刻は午後1時を回りました。こんにちは、辛坊治郎です。こんにちは、日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか。辛坊さん、なんか問い合わせが来てますね。はいはい、はい、そうなんです、忙しいんです。私どのくらい忙しいかというとですね、なかなか大きな声では言いづらいんですが、つまりテレビ番組って収録予定とかそんなにあんまり言わないもんなんですよ、昨日実は2日じゃない、日本撮りでそこまで行っていいんかいという番組を撮ったとかですね、はい、なかなかそういうこと言っちゃいけないんですよ。で今日も私朝やってるのは生放送ですから、う、ね、これ言うも言わないも見てらすのも生放送ですから、で生放送を大阪でやって、はい、ね、今日また飛行機が混んでんのよ。飛行機が混んでるだけじゃなくてですね、俺今日なんか知らなかったんだけど春分の日なんだって。そうですよ、今日もしかするとはたび、いわゆる一つの、そうですよ、そうですよ、ということは、うん、でも今日土曜日だからどうなんだろう。これ会社によってはね、うん、この土曜日と、春分の日が重なったのはかわいそうだから、うん、今月は高級を1日増やしてやろうみたいな、いい会社もあるらしいんだけど、ここの会社は違いますか、うん、ないですよ。もうたまたま土曜日と重なっちゃったからしょうがないね、ごめんなさいって、そういう感じですか。でね、不思議なのは土日普通と変わんないじゃん、休みがね、はいはい、それなのにすんごい混んでんの、行楽地行く人たちで。なぜなんだろうね。カレンダー見た瞬間に2つ赤が並んでるから、とりあえず休みだからどっか行かなくちゃとかっていう、なんかこういう脅迫観念みたいなものがあるのかしら。出かけようムードね。伊丹空港まで車が大渋滞。でいつもなら高速で30分かかんないところが、はい、これ高速登ったらいつになるか分かんないからって言って、下道通ってきたら1時間ぐらいかかってたな。そのおかげでいつも伊丹空港で、カレー、中之島カレーっていうカレー食べることにしてるんですがこのカレーを食べ損なってここへやってきて、あらら、もうやっと方法の手でたどり着いて、はい、ここで2時間番組をやって、で大阪に帰って、うん、方法の手でまた朝番組やった読売テレビに戻って、そこで今晩、うん、米朝さんの追悼番組の収録があるんです。今晩、はい、昨日の夜に急に制作局長に、辛坊さん明日の夜空いてませんかねって、何言ったら米朝さんの追悼特番なんですよって、これ直接言われたらごめんなさいできませんとは言えないんで、まず最初に空いてますって聞かれて、あ、ラジオから終わって帰ってくるのが7時ぐらいかなって言ったら、じゃあ7時スタンバイ8時回しねとか言われて、今晩、私今朝やってた読売テレビにもう一遍帰って、明日の番組、それ明日の昼にオンエアなんですけど、それ東京で見られないんですか。米朝さんの追悼特番だからは多分関西ローカルだと思いますけどね、関西にとっちゃ人間国宝で桂米朝という、いや、それはもう大看板中の大看板ですから、はいはいはい、もう神様みたいな人ですからね、はい、まあ、特番自体はいいんです、それは追悼特番をやらせていただけるというのは大変名誉でありがたいことではありますが、がーだよ、がー方法の手だと、何なんだって。それでなんか問い合わせが来てますね、はいはい、どれからいきますか、はいはい、あ、これこれ、大田区の秀爺さん、はい、51歳の方、辛坊さん先週の生放送現金11万円の話の続き教えてくださいと。どこまで話したか覚えてないんですけども、何の話でしたっけね、これ、先々週なんですけども、はい、私のところに毎日のようにクレームの手紙とか嫌がらせの手紙とか来るわけですよね。大体もう見た瞬間に嫌がらせの手紙って匿名なんですね、でちゃんとした手紙は実名が書いてあるんで、封を切って中を読むケースもあれば、それでも嫌な雰囲気だなと思ったらその場でこう破って捨てるとか、破らず破ると中から白い粉とか出てくると嫌なんでそのままゴミ箱に突っ込むとか、いろんなケースがあるんですが、その時だけなんかね、ピッと来たんですね、ちょっと封筒の厚みがビビッと来てですね、で匿名だったんだけど、普段は匿名の封筒開けないんだけど、まあいいか開けてみるか、どうせ暇だしと思って、白い粉がこぼれちゃ嫌だから上の方をピピピピピピッとね、開けて中覗いたら中に現金11万円そこまで聞いた聞いた現金11万円なんですよ、はいはい、中開けてみたらね、はい、
どうも団塊の世代の方で、なんか友達と飲んで盛り上がってる時に、これは日本は1000兆の借金があるし、俺ら団塊の世代がね、年金8万円で暮らせるんだって、その人は。でそれ以外にバイトで10万円稼ぎがあると。あ、いい。で、まあ俺みたいな別に金使うわけでもないし、お金もそんなにいらないし、この10万円はじゃあもう国庫に納めようと、ね、そう思ったらしいんだよ。で、日本の財政もかわいそうで、これ以上借金増やすと若い人にかわいそうだから、で私のところに、10万円と1万円、1万円手数料、10万円を国庫に納入してくださいと、1万円手数料に上げますと。なんか書いてあることは非常にまともなんだけど、やってることはまともじゃないんだけどさ。でもまあ11万円そうやって送られてきたんで、で朝のローカル番組で勘弁してくださいと、ね、まず封筒に現金入れて送らないでくださいと、ね、で私に国庫に入れろって言われたってそんなことできませんと、名乗り上げてくださいと、送り返しますからって言ったら、今週また手紙が来ました。これはね、本邦初公開、はい、これ実はそのローカル番組でもまだやってないネタなんですけど、中封筒を開けたら、はい、これ間違いなく差出人が同じ名前で同じマジックで同じ封筒使ってますから、はい、その当該の人なんですが、はい、中見たら、国庫に納入することができないならもういいです、もう私の、ね、主張をテレビで紹介していただいたんで十分満足しましたので、11万円のうち6万円は辛坊さんが宴会に使ってくれて構いませんと残り5万円をどこかに寄付してくださいって書いてあって、これもこれ以上言っても多分ね、名乗り出てこないなと思うので、多分近々11万円を全額どこかに寄付をさせていただこうかなと今考えております。飲んじゃうんじゃなくて飲んじゃえないだろこれ、いくらなんでもそれ飲んじゃえないよそれ。あ、はい、まあそんなことがありましてね、この商売やってるといろんなことがありますね。本当に毎日毎日ね、飽きもせずに文句言ってくるバカがいるしね、っていうかご意見をねいただいたりしますよね。それも切って85円使うのだけでもね、偉いなと思いますよ。そうですよ、伝えたいんですよ辛坊さんにいろいろ。そうなんだ、だいたい鼻かんで捨てたろかと思うような内容の手紙が多いですけどね。でも一応目を通されるんですね。いやいや、だからね、危なそうなやつはスタッフ呼んで、お前開けろってそれももっと危なそうなやつはおい10メートル以上離れてから開けろって言って、ね、そう自分で開けないの。でもね、ご意見をいただくのありがたいじゃないですか。そうですか、そんな風に思ったことは一度もないね俺は。そうなんですか、もうありがとうございます。この番組はね、こうやって心温かくお迎えします。ラジオはね、そうそうそう、ラジオの方って白い粉とか送ってこないよね。送ってこないですよ。なんでかね、なんでかねって普通送んないですよ、そういう。そう、危ない。テレビ見てる人の方が危ないかもしれないね。いやいや、そんなことないですって。はい、ね、安全ですから皆さん、ラジオは温かいですから、こちらまでメールお願いします。ありがとうございます。はい、メールは zoom@1242.com、 それからツイッターはハッシュタグズーム1242をつけてつぶやいてください。ファックスは0570-02-1242、 0570-02-1242 番でお待ちしています。ラジオ、そしてインターネット、ラジコ .jp で同時生放送、日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか、この後午後3時までお付き合いください。今日春分の日ですけれども、来週東京地方24日に桜の開花の予報が出ています。暖かいね今日ね。暖かいね。今だってもうほら 35.7度もあるよ。ないです、12度、あれ湿度です。ああそう、ビートルズ、ヒアカムザサン、ビートルズでヒアカムザサンでスタートしました辛坊治郎ズームそこまで言うか。4月に来日するポール・マッカートニーですけれども、今週4月28日に日本武道館でライブをすることが明らかになって、一番高い席なんと10万円だそうですよ。言っちゃいけないんだと思いますけど、前回ね、ポール・マッカートニーさん、この日本放送の隣のホテル泊まってたじゃないですか。言っちゃダメだけど、そうですねあれ言っちゃダメだったね。今回がどうかは分かりませんので、今回は分かんないですからね。だいたい同じとこだろやめなさいよさあ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 、この後のズームオンでは辛坊さん独自の視点でニュースを解説してもらいます。そして1時台の週刊ズームワードは、ヤフー検索の急上昇ワード100位の中から番組が注目したニュースの言葉にズームします。ラジオの前のあなたに番組が注目したタイムリーな話題をお届けするタイムリーズームは、2時10分頃から誰かに話したくなるとっておきの情報をゲストに伺いますが、今週は元バスケットボール選手で現在はタレントとして活躍する中山明日美さんお招きします。あ、私聞きたいことあんだな、ね、バスケットほら2つのなんかリーグが揉めてたじゃん。そうなんです。あれどっちが強いんだ、
俺だからずっと言ってたんだよ、なんかあの川淵さんっていう川淵チェアマンかなんか仲裁に入ってなんかアイデア出してるよね、はい、それはともかくいいんだけど、その前段階として俺はあの両リーグで揉めてんだったら両リーグの選抜チーム作って、はい、もうガチンコで戦って勝った方が全権仕切る、ね、勝った方は負けた方は潰す、この試合は見るよ、面白いよ、ちょっとじゃあ中山さんに提案してみて、1回だけでも決める、もう泣いても笑っても1回勝負、ガチ勝負パチンコで有田猪木みたいな、これは見ちゃうよ俺、まあ、バスケットボール、まあ、大きな声でね、今日バスケの人が来るのに大きな声では言いづらいんだけど、うん、基本的には全然興味もクソもないからな、ね、ではお二人に質問です。バスケットボールは何人でやる競技でしょうか。ゲゲ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 ゲ、俺この間それ聞いたんだ、したら5人だってね。え、そんな少ないんですか。あ、え5人なのこの後詳しくあのまずい番組出んなと思いますよ、お話伺いたいと思います。2時台の後半はひどいもんだね懐かしい、もっと真面目に番組やろうよやろうよ、いや本当に、はい、巻いてくださいっていう。ニュースタイムマシンは1970年に大阪で開催されました世界的なビッグイベントにズームします。え、あれかな、あれかな、あれ喋り出すと10時間ぐらいかかるんだけど、そうしちゃいますけれども、はい、巻いてくださいですので、今日も最後までお楽しみに。日本放送、日本放送1242、日本放送、辛坊治郎ズーム、そこまで言うか。時刻は1時17分に間もなくなります。日本放送からなんだっけ、名前名乗ってください、まず辛坊治郎と、はい、増山さやかがお送りしています。ここからは今週の注目ニュースを辛坊さんが解説する。飯田君、何ですか、ちゃんとやれよなんかね、あの介護みたいななんだっけって名前言ってほしいですよね、はい、よろしいですか、はいはい、頑張ります、ご覧の時間です、はい、この後帰って夜中まで、いや本当ですよね、夜中まで仕事しなきゃいけないかという話と、それからこれ本番直前に花粉症の薬飲んだんだけど、花粉症の薬ってさ、なんかものすごい眠くなるよね。そうですよ、強烈眠くなるね、これそうですよ、眠くなりますって書いてある、途中で寝ちゃったらごめんね、ちょっとやめてくださいよさあ始めに行きますよ、はい、最初にズームしていくニュースこちらです。チュニジアの博物館襲撃テロ事件で日本人3人が死亡。ズーマー。チュニジアの首都チュニスにある観光地として有名な博物館で18日、武装集団が銃を乱射する襲撃テロ事件があり、日本人3人を含む外国人観光客など21人が殺害されました。これはあのクルーズ船で、このチュニスに寄港してという方々で、そのクルーズの参加者のうち希望した方がこの博物館に足を運んだ。チュニジアは全くノーマークだったよね、はい、でも改めて地図見たらさ、はい、チュニジアってこんなにシシリア島のすぐ前目の前なんだね、これね、本当ですよね、本当に。で我々ほら、あの日本で地理習うとヨーロッパアフリカって、習うから、ね、なんとなくヨーロッパはヨーロッパ、アフリカはアフリカですごい距離感が遠いような感じがしてるんだけど、はい、実はヨーロッパとアフリカって地中海挟んで南と北でもうくっついてるぐらいの感じ、うん、で北アフリカって特にそうなんだけど、この北アフリカってぐるっと地中海の周りはローマ帝国だからね。そうですよね、だから今から2000年前はこのイタリアもチュニジアも同じ国だからね、うん、同じローマ帝国、はい、だってあほらあの有名な、うん、なんだっけ、カルタゴ、カルタゴ、カルタゴは出てくるよね、はい、カルタゴは何した国、あのローマに攻め入って、あの一時期ローマを危機にさらしたという。何聞いてもすぐ答えるね、百科事典のおじさんみたいな。あ、確かに、あのスキピオっていう子将軍がいてものすごく戦争に強いという話だったんです。これ大スキピオ小スキピオっていうの、大と小がつくっていうのなんか習ってた。入試は世界史、世界史でした。入試世界史で取ったんだ。そうそう、だからなるほどね、俺も一応入試世界史と日本史と両方だったんだけどさ、両方、俺らの頃は両方だったんだよ、俺らの頃って国立大学の、うん、文系だよ、国立大学文系で、はい、まあ社会2科目は当たり前なんだけど理科も2科目だったから、あれだから生物と
普通ね、物理頭のいい子は物理科学取るんだけど、はい、俺は生物と地学取って失敗して、というのは、生物の問題がほとんど、理系の試験みたいなもんが出て、こんな問題取るんだったら、こんな問題取るんだったら、花から物理科学選択してるよっていう。ああ、なるほど。そうなんだ。なんか計算だ、なんだって。日本史、世界史、地学、生物、プラス、数学は数に B まであって、ね、で古文漢文全部あって当時は大変だったっすよ。落ちましたけど、そういうだから日本でこれ地理考え覚えてると北アフリカってイメージなんですが、ヨーロッパの人にとってはもうかつてローマ帝国の同じ半島の中にあって、で文化的にもローマの遺跡がいっぱい残ってて、この地中海クルーズで、言ってみりゃね、南のヨーロッパの皆さんにとっては保養所みたいなリゾート地だから、本当に日常的にちょっと行こうかっていう場所で、なおかつ治安が非常にいいと。なんせ今回海外渡航情報のレベル1で一番弱いところで、これ同じところで言うとロシアだってそうだからね。あ、面白いと思う。いいじゃないですか、うん、でとりあえずじゃあ日本放送の金で取材に行こうか予定地を。お金が出れば行きたいものですけれどもね。辛坊さんのポケットマネー。ここ今日一番偉いのはね、増山さんなんだよ。だから増山さんが GO って言ったら俺行けちゃうんだよ、ほら。GO! 行きたいですね、はい、ということでラジオの前のあなたからのメッセージもお待ちしております。よどんなご意見でも結構です。メールは zoom@1242.com、 ツイッターはハッシュタグ zoom1242 をつけてつぶやいてください。ファックスは 0570-02-1242、 0570-02-1242 番です。ラジオ、そしてインターネット、ラジコ .jp で同時生放送。日本放送、辛坊治郎ズーム、そこまで言うか。この後、午後3時までお付き合いください。辛坊治郎ズーム。日本放送、辛坊治郎ズーム、そこまで言うか。辛坊治郎ズーム、ズーム、ズーム。そこまで言うか。この後は番組が注目したタイムリーな話題をゲストに伺うタイムリーズーム。今日はタレントの中山明日美さんをゲストにお迎えして、ママさんバスケにまで影響が出ているというバスケットボールのリーグ統括問題をテーマにお届けします。中山明日美さんは中学時代はバスケットボール部に所属して全国大会優勝、高校時代も高校バスケットボールの甲子園といわれるウィンターカップで優勝、その後アメリカに渡りユタバレー大学で1年目からレギュラーに選抜され、4年生の頃にはキャプテンとしてカンファレンストーナメントで優勝、初代 MVP にも輝くなどバスケット界の超エリートです。現在はラジオパーソナリティをはじめタレントとして活躍し、バスケットに関連する番組も担当されています。今日はバスケットボールのリーグ統括について、統合について何がどう問題なのか、今後どうなっていくのか伺っていきます。そこまで言うか。1242日本放送、日本放送ズームタイムリーズーム。有楽町日本放送から辛坊治郎と増山さやかがお送りしています。 AM1242 日本放送、辛坊治郎ズーム、そこまで言うか。この番組はラジオの他にインターネット、ラジコ .jp からも聞くことができます。さあ、ここからの時間はラジオの前のあなたに番組が注目したタイムリーな話題をお届けするタイムリーズームです。早速ご紹介しましょう。タレントの中山明日美さんです。よろしくお願いします。辛坊さん、デレデレしすぎですってばお願いいたします。切れなかったですね。いいですね。線来ちゃいました。いいバスケの選手ですか。バスケの選手です。バスケの選手ですか、はい、だけどね、プロフィール見たらものすごいんですけど、はい、アメリカのユタバレー大学卒業で、でカンファレンストーナメント優勝して初代 MVP 受賞で、そのまんまだったら NBL かなんか入るんじゃないですかに入りたかったんですけど、でもスポーツキャスターになりたくて、はい、ちょっと他の NBL っていうのは女子リーグもあるんですか。NBL ではないです。それは男子リーグになります。WJBL っていうのが女子のその企業チームのトップ選手がやる。アメリカでもあるわけですか。アメリカだと WNBA です。それに入ると、あれですか、日本でキャスターやるのとどっちが待遇いいんですか。
いやー選手でしたねきっと。選手の待遇良かった、はい、と思いますね。これだけの美人でアメリカの女子リーグの選手だったら大変なことになってるかもしれないよ。もしかしたらね、女性キャスターそっちの方が近道だってでしたかねって俺が今言うなよ。本当ですね。本当ですね。そうですか。今日はあのバスケットに 何について語ってもらうことになってますか。いろいろ今ほら辛坊さんも注目してたじゃないですか。いいんですかそんなそっちの話で。だってこんな綺麗な人来てんのにさ、タレント活動について聞く方がいいんじゃないの。タレント活動についてももちろん伺いたいですけどね。伺いたいよね、うん、じゃあまずあの基本的なことから聞いていいですか。はい、何でもお願いします。しっかり聞いてください。聞きたいことがあれば。聞きたいことが、ほれ揉めてますよね。バスケットボール、うん、なんかあのリーグが2つあって、まあ、とりあえず今なんか仲裁案みたいなものが出たらしいんだけど、出る前の話をするとなんか企業の名前がくっついてる、あれ何リーグっていうの日本の場合は NBL って言います。 NBL っていうんですか、はい。それとあの企業の名前がついていないあの各地の、エベッサなんとかとか、あれ違う、はい、あれ大阪エベッサ、そうです、大阪エベッサ、大阪エベッサと、あれあのリーグ、あれ何リーグ、あれプロチームで BJ リーグって、 BJ リーグ、はい、その最初のやつはプロチームじゃないの、はい、最初のは企業なので企業の実業団チームになりますね。実業団チーム、はい、で、両方2つリーグがあると、で2つリーグがあると、じゃ あの国際大会で選手どっちから出すんだみたいな話になると、うん、国際機関から1つに統一しろって言われて、統一しねえとあの資格停止だって言われて、今資格停止中、今停止中です。今停止中、実際に受けてます。資格停止中になるとどういうデメリットがあるの。国際大会に出られないので、実際にアンダー19の女子日本代表の子たちが出られないっていうのが先日19日かな決まったんですけど。あ、じゃあもうすでに実害は出始めてるんだ。のと、あとママさんバスケの日韓交流ゲーム、ママさんバスケもダメなの。そんなところまで波及するんです。しちゃった。なんで、なんでママさんバスケダメなの。国際ゲームがもうダメって言われてるの。国際ゲームダメなの。はい。じゃあ俺がさ今バスケチームを作ってどっかとやったらダメなの。それはダメですね。そうなの。はい、ダメです。その登録してる FIFA に登録してるっていうことに関するともう NG になります。FIBA、はい、FIFA は国際サッカーなんとかで、はい、FIBA なんだよ、国際バスケットボールだから。はい、だけどバスケットが FIBA ならバレーボールも FIBA にならねえか。フィーバーですよね、確か。バレーボール、フィーバーですか？あ、V か、あれは。V。V だ。スペルが違うな。スペルが違うんだ。また、本当に。そのぐらいの英語は分かんないですよね。そうだった、そうだった。何を言ってんだ、みたいな。質問。はい。いいですか、はい、その実業団チームと、それからプロチームと、2つあります、うん、はい。で、私ね、これ本気で言ってたんですけど、うん、もうね、実力で、白黒つけようと、うん、両方のリーグから、トップ、代表を出して代表でガチンコで戦わせて勝った方が全部のシステムを決めると、どうだろう。うん、いいと思いますけど、まあ、実際なんかそのチャンピオンズマッチっていうのもあるの、交流戦みたいなやつないんです。あ、ないんだ。ないんですけどやろうっていう話が今回去年の2013年の、ね、そのもうそのバスケット で第一人者の中山さんの目から見て、はい、そのプロのチームで選抜したトップのチームと実業団のトップのプレイヤーを集めたチームとガチンコで戦ったらどっち強い。怖い、言っていいんですかね。私 BJ リーグの一応キャスターをやってるんですよ。 BJ リーグってプロの方の、はい、プロの方のキャスターをやってる、プロの方のキャスターをやってる。あ、じゃあプロが強いって言ったらいいわけだろ。言って言いたいところなんですけど、純粋に見ると、うん、NBL の選手から日本代表が全部出てるんですよ、企業チームから。そう、はい、それはやっぱりプロのチームよりも日本では企業実業団の方が恵まれてんの。そうなんです。待遇もいいの。いいんです。お給料も2倍もしくは3倍とか全然違うくらい違う。そうなんだ。じゃあ当然のことながらギャラの高い方に優秀な選手が集まるっていう構図になっちゃってんだ。そうなんです。それ寂しいね。だってアメリカのプロリーグってとてつもないギャラ持ってくでしょ。もう年間20億ぐらいもらってる選手とかもいます。日本のプロのチームも当然のことながらそこを目指してるわけでしょ。はい、そうするとエベッサなんとかに入ると、うんうん、やっぱりあの、うん、フェラーリに乗ってね、会場までワーンと行って、うん、もうクルーザーがゴーゴー、モータークルーザーのでっかいのがあって、別荘が軽井沢と北海道とあそこにあってみたいな、そういう生活ができない今。今、できないです。できない。どっちでもできないです。できない。はい。ああ。なんで？お客さんが少ない。お客さんが、まあ、どっちのリーグも平均して1500人くらいしか入っていないのが現状。うん、
なんですよね。そうするにバスケファンの裾野が日本ではそんなに広くないってことなのかしら、やっぱり森人口は62万人いるんですよ、競技者数だけでも。そうでしょうね、だってうちのかみさんバスケ部だったもん。あ、おっしゃってましたね、うん、だからどうだってことはないんですけど、うん、そう、世界でも4億5000万人かな。そんなにいるの？世界で一番プレーされてる人口が多いんですよ。まあ確かにあのアメリカのものすごい貧しいね、どちらかというと貧しい方々が住んでらっしゃるところでも、なんかビルの影のところに、うん、あのゴールが置いてあって、貧しい子供たちがみんなバスケやってたりなんかして、サッカーはもうちょっと広いところがいいけど、バスケは狭いところでできるから、うん、裾野広いよね。広いですね、いっぱいいろんな人やってるんで。日本でも金持ちの庭、家の庭には芝生とあのバスケットのゴールはあるよ。そんなイメージありますよね。そうだ、いいな、いいな。あるよね、あるよね。あるよね、あるよね。で、人数も少なくてできるしね。そうですね。5人でね。そう、5人です、5人。あなた今から15分前に知っただけじゃないのそれ。前から知ってたようなこと言うなよ。いやいやいや、でそもそもこのフィバのバウマン事務総長って偉い人が NBL と BJ リーグ2つに分かれてる日本のこのリーグを1つにしてこう強化してもっとメジャーにしなさいっていうようなことを提案したわけですよね。そうですね。それをなんでこうずっとまとまらずにごちゃ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 なっちゃってる状況なんですか？やっぱり私がいろいろ取材とかをして聞いた話では、はい、一番はやっぱ財政的な面が大きい問題だったって言われてるのと、はい、やっぱり企業 NBL の方はまあ広告、企業広告の目的っていうのがあって、 BJ リーグの方はプロチームとしてエンターテインメントっていう地域密着っていうところがこう目的だったので、そもそもの目的も違うしっていう、で意見が折り合わなくて、そうですね、で書面上でやり合ってたっていう、こうしますああしますっていうのがあって、でバウマンさん、はい、その今回タスクフォースっていう新しいチームがまあ、できて、今この改革に乗り出してるんですけど、川淵チェアマンとかが入ってもうガツ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 いろいろおっしゃってくださって、はい、でも川淵チェアマンの新リーグの概要っていうのは私これテレビで紹介したんですけども、うん、はい、収容人員5000人程度のホームアリーナを持ってってって、うん、そんなチームは日本に1チームもないんでしょ？今ないです。で無理じゃんそんな花から、うん、その無理だって言うと、これ株淵さんの意見なんですけど、うん、もう大きくなんないと、1500人で満足してたらダメだぞみたいな感じで、やっぱ3000人入ってるチームとも沖縄とか秋田だとあるんですよ。2つなんか大きいのがあるから、確かに1つにまとめれば、なんつったってバスケの選手ってイケメン、うん、長身男前の、うん、多いですね、多いよね、はい、そうしたらあの若い人の人気が出てたね、うん、火ついて、今なんとか女子って流行ってるじゃない。あ、そうですよ。だってプロ野球のパリーグなんてさ、ついこの間まで女性が見に行くなんて考えられなかったのに、今はなんかオリックスのファンの織姫とかね、カープのファンのカープ女子とか、だって相撲だってね、スージョでしたっけ、なんとかって言いますよね、なんとかって言いますよね、聞いたことないです、スージョ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 、あ、言うの、そうそうそう、山根くん何でも知ってんね、さすが。まあとなると、これやっぱり1リーグにして盛り上げたら、うん、バスケはスピード感があるし見てて面白いから、そうですよね、時間も一試合何分って決まってるんですよね、決まってます、はい、だからあの40分でコンパクトに見られます、放送しやすいですね。時間が、まあ、確かにテニスなんか時間決まってないね、延長とかないです、ね、うん、そう、これ聞いたテレビ局の人はそこまで知らないか、知ってました40分っていや、まあ、確かにあの時間決まってないから終わんないだろそれ。いやでもほら野球とか延長になっちゃってほら あんま読めなかった、テニスなんかもね、はい、ね、あの中山さんごめんなさいね、いい、大丈夫です、本当にありがとうございます、完全に後悔してますね、来てね、本当に私は一体何どういう子に来ちゃったんだろうっていう、こんなど素人相手に、いやいやいや素人相手に、そうですか、どうしたらいいですかね、どうしましょう今、本当にこう、三つ言われていて、はい、その、リーグを二つあるのを一つにしようっていうのと、まあ、JBA って日本バスケットボール協会のガバナンス、運営をまあ強化しようっていうのと、あと日本代表の強化っていうのを三つ指摘されて、それに向かって動いてるんですけど、うん、私はもう本当に二つのリーグが一つに、まずなることが解決策かなっていうのは。今あの立ち入ったことを聞きますけども、はい、そのプロのバスケットボールの、うん、その選手の皆さんって、はい、だいたい収入っていくらぐらいなんですか？NBL の言っていいのかな、うん、選手の
NBL っていうのは実業団の方ですか、実業団の方のチームの人ってさ、他の例えばスポーツって大体実業団って、マラソン選手でも、本当の一部のトップの人たちは朝から晩までスポーツだけやってるけれども、基本的には午前中会社の仕事をしたりとかっていうケースよくあるじゃないですか、NBL はどうなんですか。は月に1回スーツを着て出社して、その部署に挨拶をするっていうチームとかも。じゃあ実質的にはもうプロと一緒なんだ。そうですね、もうずっと朝から晩までバスケットずっとやってるんだ、ことの方が基本的には。はい、何チームあるんですか。13チームですね、今 NBA 一番強いのは。今は日立サンロッカーズが強いですね。日立の選手の、有名どころで、じゃあそこの選手の人たちって、普通実業団っていうイメージで言うと、大体その会社の給料水準に合わせて、25歳だったら25歳の給料だったりなんかする、ね、スポーツだったりそうなったり、はい、そういうのありますよね。はい、マラソンなんかの場合は違うのかな、やっぱり。Qちゃんとかあのぐらいになってくるとまた全然違うんだろうけどさ。だけど、一般的には実業団のチームって、その会社の給与水準に合わせて将来的にそれプレイやめたらそのまま社員で残って、あの課長になったり係長になったりするよね、そういうもんでもないの。一応その NBL でも3形態ぐらいあって、その本当にプロ選手として登録してる人と、あと契約社員と社員っていう3形態あるんですよ。一つのチームの中にもそういうのがあるんだ。今13チームあるって言ったんですけど、その中でもあの日立とかトヨタとかアイシンっていうチーム名が入ってる、ロシア今観光に行かないかって言ったら、まあ別の意味で今ロシアに行っていいのかっていう議論はあるかもしれないけど、治安の面から心配だからロシア。それはまあウクライナのキワキワのところまで行ったり、あのなんとかオセチアとか南の方の妙なところに行ったら危ないけれども、じゃあモスクワ周りはどうかっていうと、そんなに別に危なくもないわけで、と考えた時にこれやっぱり行くなっていうわけにはいかないんで、なんか一部のあの政治家の方がそんなところに行くのが悪いって例のあのイスラム国の騒動の時みたいなことを言った人がいるらしいんだけど、いやそういうとこじゃないでしょ。これパリのルーブル美術館にいるのと大して変わんないからね、感覚的に言うと。となると結局世界中今どこにいたってこの手のテロに遭う可能性はあるし、怖いですね。まだ警戒のしようもないねこれ。犯行声明とかそういうのは出ていないんですけれども、チュニジア の, その大統領はアンサールシャリアという現地の過激派グループがやったんじゃないかという。どこであるにしろイスラム過激派には間違いないんだけど、ただイスラム過激には、過激派には間違いないとは言うものの、何か大きな組織があってでやったのか、それともいわゆるそのこの間のフランスのテロみたいにホームグローンテロ、あれはヨーロッパだからまあホームグローンでまたこれ違うんだけど、それにしてもその地元 の食い詰めた若者たちがなんとなくイスラム国みたいなものに精神的に共鳴してなのかということでいうと、今回はでもちょっと組織的みたいですね。もともとリビアで訓練されて、で人数が多いからね、で1人2人だったらたまたま跳ね上がりでなんかそういうものにインターネット見てて感化されちゃったっていうケースがあるかもしれないけど、今回はかなり組織的にやってる。そういう意味で言うと、あの何の抵抗感もなくバスから降りてくる高齢の日本人女性を、丸腰で撃てるっていうこの精神状態は、オウムのテロにも本当に通じるよね。普通我々の習ってきたって我々 あの価値観で言うと、丸腰の人間を、銃器を使って攻撃するのは卑怯っていう、それどんな理由があったってそれはダメだろうっていう、全ての停留にあるところがもうすっ飛んでなくなってるもんね。これ殺すことが救済だと彼らも思ってるという意味では、もうオウムのテロにそっくりですよ、やってることは。でまたこれ、チュニジアの話、私はあのチュニジアは行ったことないんですけど、チュニジア、この隣がアルジェリアか、その隣がモロッコ、非常に雰囲気似てるとこなんですね。モロッコは行ったことあるんですけど、となると、まあ、場所がどうかというそういう問題では ないよねっていう、そういう話なんですが、ですね、何かを言おうと思って忘れてたんだよ俺、なんだっけな、何か言いかけたんだよな。何だと思う。いやものすごい全問答みたいなことを聞かれましたね。本当にそういきなり言われてもね、何ですかねってしか言えないんですが、このニュースで一番気になってることは何ですか。あ、そうだ、この話をしようかしまいか心理的に迷ってたから今まで、
あの言わなかったんだよ。どうしました？心理的抵抗感でなんかこのロックがかかってたんだよ。だから別に言うつもりはなかったんだけどさ、ここまで言ってラジオで言わないと、いやそうこれで引いたらね、絶対クレーム来るよな。また、そうですよ。うん、今回こ、殺害された人3人、まあ、はい、もちろん何の落ち度もありません。うん、何の落ち度もありません。卑怯千万以外の何者でもないわけで、防ぎようもありません。はい、で、被害に遭われた方で、あの命助かった方があと3人いらっしゃるのかな。そうですね。3人のうち2人の方は比較的若い30代の女性の方とそのお母さんという親子の方がいらっしゃいました。はい、先ほどあのチュニジアの国会議長の方が訪問したという、でこの方のそのとにかく35歳の若い女性はテレビのインタビュー等にも答えて非常に状況を克明に分かりやすくきっちり喋ってる、はい、これはなかなかできないよね、この人大したもんだなと思ったら、はい、この人陸上自衛官だったと、はい、陸上自衛官の防衛医大の医務官、医務官、医務官、で、一方的に被害に遭われたんで大変気の毒で、よく気丈に あそこまでちゃんと喋ってくれたなと、それも含めて立派な人だとは思うんですが、ただ日本に帰ってくると処分される可能性があるね。渡航届け等を出していなかったっていうようなことも一部報道で、国家公務員、公務員って海外旅行に行くときに普通の旅券じゃ、昔は普通の旅券じゃなかったんだけど今どうなのかな、同じ旅券なのかな、いずれにせよ海外行くときには全部届け出さなきゃいけないんですよ。だけどそんな面倒くさいこと普通しないのね、公務員ってものすごく多いから、だから本当は届け出さなきゃいけないんだけど、まあちょっと休み取って観光旅行だからあの届け出さないっていうケースが多分圧倒的だと思います。今回の方もあのこれたまたま何に会っちゃったんで帰ってきたら、組織としてはそれ決まりは決まりだから処分しないわけにいかないんで、何らかの処分は出るんで、まあ二重の意味でかわいそうなんだけど、そういうことが起こりうる世の中なんだということは、ちょっとやっぱり日本から一歩出ただけで全てのリスクが、それが別にイスラム国じゃなくてシリアじゃなくて、イラクじゃなくて、リビアじゃなくて、どこでもあるんだということは、ちょっとやっぱ認識しなきゃいけない時代になってるよねっていう話ですね。イスラム過激化の特にこの自称イスラム国と言われる ISIL の組織の広げ方を分析したあの方がいらっしゃるんですね。で、まあ、イラクやシリアっていうところは自分たちの直轄のような形でやるんですけれども、そのちょっと離れたリビアとかこういうチュニジアとかエジプトとか、あるいはアジアでもインドネシアだとかマレーシアだとか、そういうイスラム圏はフランチャイズのような形で現地の過激化に、誰か送り込んで、で教えを広めるとか訓練をするということをやるんだと。でさらにイスラム圏でもないキリスト教圏だとか、あるいは日本だとかっていうところは、先ほどおっしゃったあのホームグロウンという現地の移民の方々であったりとかをこう勧誘していくという方法をすると、3段階でやってくるということなんで、非常に巧妙なのと、今回チュニジアが痛手なのは、チュニジアって GDP の 7% ぐらいが観光で成り立ってる、観光なくなったらどうにもならない国で、それでなくたって経済混乱してるのに、やっと民主化の目が芽吹いて、国民の多くはその民主化に賛成してるんだけど、やっぱり経済格差、北の方の土地部、地中海に面したところと内陸部と経済格差が大きい、大学進学率が 40% 近いんだけど、大学出ても仕事がない、不満が溜まってる、そういう人たちが過激派 になる目がいっぱいある段階で、今回これが元で観光客が途絶えたら、はい、経済一気に崩壊して、経済が崩壊したら政権も崩壊するから、隣のリビアが今もう内戦でぐちゃぐちゃになってるんで、そのリビアから何が目的かっていうと、目的非常にはっきりしてて、こうやって混乱を起こすことで経済もダメ、政治もダメ、そこの空白を狙って今回の ISIL イスラム国、いわゆるイスラム国みたいなものが勢力を拡大するためのまず最初の突破口みたいなものを、まずこういうもので開いていくという、これ観光に行かなくなったら思うツボなんだよね。そうなんですよね。うん、で観光に行って金落としてある程度経済支えてやるかなんかしないと、隣のリビア状態になったら、アルジェリアも今だんだん状況悪くなってて、隣のリビアの東側のエジプトも相当良くなくて、はい、そのイスラエルの隣のシナイ半島って今海外渡航情報で言うともう一段上のレベルに上がってきてるし、中東全域ぐちゃぐちゃになっていく。そうですね、昨日イエメンでもテロがあったばかり。そもそも民主主義っていうものの概念が
どうなんだろう、我々は民主主義って絶対の価値観だと思ってるわけだよ、うんね、民主主義は絶対の価値観で、これを広げることが世界平和に役に立つと、はい、戦後我々はアメリカの占領下においてそういうふうに思わされてきたし、うん、俺はそう思ってるよ、そう思ってるけど、必ずしもそうじゃないのかもしれないんじゃないのかと思い始めて、うん、だったらこれ全部リビアだってカダフィ政権で、エジプトだってあの辺全部独裁政権のまんまにしといた方が、はい、よっぽど安全だったんじゃないのって考えすらね、うん、浮かびますよね。はい、ここまででズームこの後も続きます。1242日本放送ズーム Listen and Rediscover 辛坊治郎ズームそこまで言うか。今週の注目ニュースを辛坊さんが解説するズームオン、続いてズームするニュースはこちら。地下鉄サリン事件から20年、当時を詳しく知らない若者たちの入信が増加。ズーマン。13人が死亡し、およそ6300人が被害を受けた地下鉄サリン事件から昨日で20年となりました。警察庁によると、オウム真理教の後継団体であるアレフと光の輪の信者数は合わせて1650人、去年までの5年間で新たな信者を800人以上獲得し、このうち一昨年から去年までに入信した信者の半数近くが当時のことを詳しく知らない20代だということです。ほとんどが光の輪じゃなくてアレフみたいですね、増えてるのは ね、はい、増えてるのは、まあ、だからこの間ジョイウ氏が来たんだけど、ジョイウ氏はまあ光の輪、うん、で、まあ、彼はいや光の輪は完全に安原将校の崇拝からは出したって言ってんだけどさ、はい、どこまで本当かな。今週やっぱり注目は、はい、いろんなメディアで三女の話をするわけですよ。あ、まあ、今朝うちの番組ありましたからね、あんまり偉そうなこと言えないんですけれども、結構多系列もやってますよね。これやったのは講談社が売り込んできてて、本が出るんで、ま、三女のアーチャリーですね、はい、アーチャリーの松本理香さんっていうのかな、これはい、そうですね、というのが顔を出して、まあ、本を出版するということなんだけど、ざーっと読んだ印象で、国民に読んだ人の印象からすると、結局アイフが言ってるのと同じじゃないのか、朝原将校がやったんかどうかの確証は持てないっていう、この本の中でもさ、実際に地下鉄サリンが行われて、刑務所の中にいる死刑囚たちがやったことは間違いないんだけど、それを全部統括して指示したのが朝原将校証拠なのかどうかということに関しては、この本の中で今に至るもアチャリー三女は、分からないという言い方で、これに対して、四女がこのところやっぱり四女も結構いろんなところで、はい、取り上げられるケースが多くてですね、四女に関しては昨日フジテレビに出てきた安藤優子さんがインタビューをして、この四女に言わせると、安藤さんが昨日お姉さんにあたる三女のアーチャリーが本を出したり、それからテレビに出演したりしているが、それについてどう思うか。姉はまだ被害者の方に対して謝罪をしていないですし、本も少し読みましたけど、よくここまで嘘がつけるなっていうぐらいデタラメというか、私が知っている事実とは違うものでしたと、はい、でまたこの間、その三女とそれからアーチャリーとその母親、はい、松本死刑囚の妻に関して、ジョイウ氏はこの番組に来てるときこう言ってんだよね。素材ないの？素材作るって言ったじゃん、山根くん。失礼しました、失礼しました。あ、そう。打ち合わせ不足でした。失礼しました。なんて言ってたかというとね、手元に書き起こしがどっかにあったぞ。こういう時は生放送ですからね、ちょっと時間を探してる時に時間をつながなきゃいけないんで、はい、その間に後ほどちょっとね、はい、じゃあこれについても、まあ、早い話が実際に、はい、アレフの中にジョイウ氏は、うん、いたわけで、でアレフの中にジョイウ氏がいた経験で言うと、間違いなくこの三女と妻が後ろから指示を出していたと、はい、まあ、形は抜けているけれども、実際は操っているような形だったじゃないかというふうに、こう言ってます、妻と三女は裏からアレフ教団に関与しているっていうのはあって、2004年から家族と分裂したんですけど、そこまでそういう状態でしたからそうだと思いますと、こういうことで、少なくとも、うん、女優が別れたもとをアレフと分かつまでは、
三女とその母親が実際は後ろから糸を引いていたということになると、はい、どこまで信じていいのか。いやそうですよね。でまた今回それぞれの、まあ、ある意味そのオウムの後継の人たちの各派閥が、はい、それは我々この番組でも上位を出したし、うん、昨日今朝うちの番組では今度三女出したし、うん、昨日 TV、うん、いやフジテレビには四女が出てきてるし、うんうん、それぞれの立場の人が20年経った今いろんなことを言い始めてって、でも結局真相はよくわからないし被害者は置いてくにぼりだし、うん、今日あのうちの番組に出てくれた木戸弁護士が、はい、あのね、指摘してましたけどアレフと光の後資産が、うん、何億だ 7億だかなんかあるのに、ね、はい、それはまずその被害者の賠償金全額払ってないわけだから、うん、ね、そのそれにまず全部当てて解散して資産を全部それ当てて、うん、で、あとどうするってなったら、まあ、なんか信じたいか勝手に信じりゃいいわけだけど、それをせずに、麻原彰晃の顔、写真をこう置いてっていう、それは違うよねって。で、やっぱり面白いのはね、その四女の発言なんですけれども、はい、四女の発言で言うと、ここ4、やっぱり今のアレフは危険だという話ですね。オウム真理教の後を継いでいるアレフという存在がありますね。アレフは危険だと思うかどうかということを四女に聞いたところ、四女ははいと、うん、オウム事件が起きるまではオウムがテロ集団とは分からずに信者はポア殺人という概念が本当に現実に行われているということは知らないでいた信者さんがほとんどだったわけですけども、現在は殺人を肯定した教義をそのまま変えずにやっているのですごく危険だと思いますと、うん、まあ、あの公安調査庁が踏み込んだ時の写真が各メディアに公開されてますけれども、はい、あの様子を見る限り完全に麻原支配から抜けていないというか、麻原信仰そのままを教団が受け継いで、うん、それが千何百人の信者がそれを信じ